僕の友人で心霊スポットによく行ってる友人がいるんですよ。はい、で、まあちこちの、まあ、有名どころとかも全部まあ行ってるんですけども、基本的に何もないんですって。うん、何も起こらないし、まあ、何も映らないと。うんうん、なんですけども、まあ、あの結構あちこちの心霊スポットに行ってまして。うん、である時、えっと ある心霊スポットへ行きまして、うん、でそこについて、うん、あのライトやらカメラやらこう自分でこう用意して、うん、でもあの毎回何もないんで、うん、あのその時はあのカメラ構えてあのライトをつけながら思いっきりスポットに向かって結構でかい声で「おいユーラやよ」「おい映っ,ってみろよ」と「うん、いろんなの出てみろよ」 映んねえのかよって感じで、うん、まああの気合っていうかあの結構まあ挑発っていうか、うん、結構でかい声で言ったんですって「はい、映ってみろよ今日こそ映れよ!」って言った瞬間に、うん、自分の後頭部を思いっきり、まあ、金属バットでぶん殴られたみたいにガーンって衝撃走って前に転んだんですって<う>ゴ,ロゴロゴロゴロって。<う>であまりの激痛に ってなってもうすっげえ痛くってもううわなんだよと思っててっきり心霊スポットなんであのヤンキーとかあのそういう連中がやってきてなんかあの殴ったのかなと思ったんですってで振り向いても誰もいないとで,でも頭がもうすんごい痛くって確かにもう思いっきりこうぶん殴られたそういう気だったんでしかもそれであの 前にもつんのめって転んだんで、うん、で、思わずあのさすがに怖くなって、うん、その日は帰ったって話を聞きました、うん、以上ですもだ誰かではなかったわけでしょう全く誰もおらずもう自分だけだったっていうへえ<ー>ものすごいあの衝撃で本んとにだ聞きましたもうズキンズキンっていうぐらい そ,れそ,その後遺症的なようなもの、それぐらいも殴られたような衝撃っていうことは、例えばだけど、単行部的なようなものとか、そういった外傷とかはなかったか、ね、外傷はなかったっぽいんですけども、うん、とにかく、まあ、痛かったとも、もズキンズキンと、外傷はなかったとっ言ってるし、積、まあ、もったとは言ってなかったんで、うん、ただもう、衝撃っていうか、もう、バットでぶん殴られたような。 そんなのが走ったって言ってましたね。はい、あ、その場所聞いたんですか。あ、来ました、えー。有名な。な言っていいだろうな。まあ、もう全然これは言っていいだろうな。あの、ご存知ですかね。あの、えっと、おじゃが池っていうところ。えー、あそこ。はい。あそこです。<laughs> ほう。はい。うん。ほ。ただの。はい。 ちょっとでかめの池と森森っちゅうか林雑木林ありますよねうん周りもう木だらけですからねですよねあそこですの周りですよね多分そうですそうですああ何かボートボートみたいなの乗れましたっけえっとじゃがいけどうでしたっけ僕あでもどうしてるか あの手ごきのボートがうーんなんかあった記憶はあるんですけども、うん、た10年ぐらい前って言ってるんで、うん、あ10年前でもあると思いますよだってもっと前から多分あるもん、はい、であの時に「皆さんのおかげです」で「何やってんだいぼう!」のところがおじゃがいけだから、はい、あそこボート乗って爆破されてますからね。<laughs> <laughs> マジか すっ <laughs> まあ、あの時む、ま、あのトンネルズさんはもうめちゃくちゃしてましたから、はい、<laughs> 一番ぶっ飛んでたこと一番ぶっ飛んでたまああそこで心霊スポットって言って伊帆孝子が行って稔、はいうん、川紀夫がボート乗っててあそこか爆破されて「何やってんだ伊帆」イボーっていうのはもうあれは多分僕ら, <laughs> 僕ら世代ではもう有,有名な場所ですけど。 僕も何度か行ったことありますけど、はい、まあ、はい、夜はただ暗い湖、はい、池っていうか彼も本当にあのそういった経験なかったあのそれ一回きらしいんでんたった一回多分なんか当たりを引いたのか当たりなのかなえー、でもすごいですよね、はい物,まあ、物理かどうか分かんないけど外傷がないんだったら。はい まあでも外傷がないのにその衝撃っていうのもおかしな話ですからね。はい、前,に前にあのゴロンと思いっきりも転がったって言ってたんで。へえ。いやね、イメージは本当にあのバットでこう殴ったようなものすごい衝撃で。いやだからねその感覚というかわ、はい、からんでもないんですよね。だからそれ全然ちょっとに<ー>そのさ感覚 はい、というものでも結果的にそうなってるっていうのはものすすごく気持ち悪いんですよ、はい、だから僕花魁、うん、ちでかっ右肩ガッて掴まれて引っ張られたっていうのはこれ感覚なんででもそうならんそうされないとこうならないっていう頭の理解なのかでも明確に何か掴まれた感じあるよな「えなんだこれ?」っていう状況。はい はい、ととちょっなるほど、うん。殴られた感覚あってツンの目って倒れてなんだ痛みもあるズキンズキンする、はい、でも外傷がない「え何、はい、えでも殴られたような硬いもんで」みたいなそう,ですそういう「えええっ?」っていうのは、はいおうん、僕は痛みではないのでちょっと違うんだろうけどう似てる気はしますよね。 その彼が事前にあの挑発っていうか出てこいよってこう言っちゃったのがまずいのかなみたいなまあねうん結構暴言を言ったらしいんで幽霊にうーんうーんまあ向こうさんもなんだったらねえはいそのやっぱなんでお前にそんなこと言われないかんのんじゃいって <laughs> はい、感情があるんだったらそうなるのかなって思うんねまあ、む僕がそっち側だったら何とかしてこいつにって思うかもしれないけど、うん、わ,かわかんないですけどね <laughs> はいはいやでもちょっと可能性ははいえれそれそれ,それを経験したその方っていうのは、はい、それからもいろいろと行かれたりはしてるんですか、はい、あの行ってるんですけども、うん、経験はこれっけっぽいです。 他どこ行ってももうなんもないと。え、それをに味しめていろんなところで挑発してるとかもあるの。あ、それだけ。多分それはないと思うんですけどね。それは教訓になってあんまりそういうことは言わないようになったのかしら。全然そそそういったことは聞いてないんで多分まあ言ってないと思います。ああ、まあどこなんでしょうね。うん。 そ,うまあ、それに味しめてもうあるできるじゃないですかねやっぱり言ったら出てくんのかなーってもっとエスカレートしてたりはまあどうなんでしょうねわかんないですけどでもカメラに映らないんでうん,うーんまあねはい,、はあ、いや結構貴重な体験ですよね <laughs> だと思いますいやありがとうございいいます、はい、いやとんでもいい、ま ありがとうございまますまた,、はい、またお願いし,し多分見てる皆さんももしかしていらっしゃるかもしれないんですけど昔から同じ夢を何度も見るっていう経験ある方って多分いらっしゃる可能性あると思うんですけど私もなんかとある夢だけ何度か見たことがある夢があって、うんうん、それっていうのがあの。 まあ小学生低学年ぐらいの自分がいて、うんあのー、ゲームセンターゲームコーナーですねちっちゃいゲームコーナーでかくれんぼをしてる夢なんですよ、うん、でそれがその鬼が鬼も出てこなければ他に隠れてる子も出てこなくて、うん、その小学校低学年の私だけがただそのゲームコーナーでかくれんぼしてるっていう夢なんですね、うん、でそんなに長いこと 長いいいこととかか覚えてななだけけもしれないんですけど、うん、長時間の夢ではなくて本当にその場面場面でしか覚えてないような夢なんですけども、うん、それに出てくるゲームコーナーっていうのが全くその実際に見た覚えはないんですね。はい、でないけどその小学生ぐらいの時から高校生ぐらいまでの間に何度かその夢を見ていて、うんうん、で、まあ、見るたびに「はまたこの夢か」と思って。 それが全く日常生活にこう何かあるっていうわけではなかったんですけども、うん、私が社会人になって、あのーまあ、地元が北海道の方で、関東の方に出てきて、お仕事がそのゲーム、まあ、ゲームセンターがすごい好きだったので、うん、ゲーム機のレンタルとか売、うん、販売。 とかあと、まあ、買い取りしたりですとかそういうところの営業のお仕事に就いたんですね。うん、でその時に、まあ、神奈川県の端っこの方にある温泉街のあの方からこうアポイントがあって、うん、ちょっとゲームコーナーのゲーム機が古くなってきたからちょっと新しいのを欲しいんだけど一度見に来てくれないかっていうような連絡で、うん、私がそのエリア担当してたんで伺ったんですね。はい でそこの、まあ、ホテルなんですけどゲームコーナーがちょっと地下の方にあって、うん、こう案内されて階段を降りてゲームコーナーに着いたら、うん、私がその夢で見てたゲームコーナーそのままで,、えー、でそれが最初は「えデジャーブかな?」って思ったんですけど、うん、でもその夢って一回見ただけじゃなくて何度も見てるんですね。うん、で夢で見たっってていいう記憶がすごいあって、うん で本当に見たまま自分が隠れてた場所もあこの機械の後ろに隠れてたなっていうようなところで、うん、で初めてそのホテルにも行ったんですよはいで初めて行ったホテルで初めて行ったゲームコーナーで、うん、自分が夢に見てた場所でなんかちょっとゾッとしたっていう短いお話です <laughs> ああじゃあもうそこで何かがあったっていうわけではないんですね、はい、あそうでですす、ね、ないんですけど ずっと夢で見てたゲームコーナー、ー本当にホテルのちっちゃいゲームコーナーなんですよ。<ー>で、なんか、いつの時代からあるんだよっていうようなアーケードゲームがあったりとか、UFO キャッチャー、たぶん90年代ぐらいからあるような機合があったりとかっていう、はいはい、そういったゲームコーナーをずっと夢で見てたのをぱっと目の当たりにして、<laughs> ま<た>ち,ょちょっと、はい。確かに そのホテルのゲームコーナーとかって結構独特だったりしますよねあそうですねなんか、うん、本当に狭い場所をちょっとゲーム機詰め込んだみたいな場所で、うん、ちょっとデッドスペースみたいなような <laughs> あそうですね追いやられてるゲームコーナーとかもありますしね,すね、はい、結構ぎゅうぎゅうなところにこう UFO キャッチャーだ昔のいつのっていうぐらいの,きゅあの、ね、筐体、あのーはい、マージャンダー あはいそうですね何<の>かポ,ポーカー的な何かだったりはあで結局そこの契約は私取れなかったんであ,<ー>あれだったんですけどえそこその隠,隠れてたところはちょっと覗いたりはしたんですか、はい、あしまして隠れてたっていうかその何、はい、て言うんですかね機械と機械の間 うん、このゲーム機とこのゲーム機の間に隠れてたっていうのもはっきり覚えててうん、うん、その何だろうちょっと昔の、まあ、対戦ゲーム座ってこう、うん、バーがあってボタンがあって、うん、やるようなアーケードゲームの隙間にずっと隠れてたっていう記憶があって、うん、それもあるんですよ、うん、その機会が。うん、なあ。なま デジャブ、うん、デジャブなのかなとも思ったんですけどそういう夢を見てるっていうのは結構、ね、うちの親とかにも言ってて、うん、なんか「同じ夢何回も見るんだよね」みたいな話をして「ええ、うんうん」みたいな特にそんな興味なさそうだったんですけど <laughs> だからそういう夢を見てたっていうことははっきりしてるんですよ。うんはい なんでちょっと、まあ、お化けとか関係ないんであれなんですけどちょっと自分の中でゾッとしたなっていう、まあ、確かに、はい、そのとてつもない騎士官とかねはいそういうのってちょっとシャレにならないぐらい焦りますよねそうですねその <laughs> でなんでって <laughs> びっくりしてその、うん、それこそ北海道 からこっちに出てきたのも社会人になって出てきたぐらいなんで、うん、その温泉街も初めて初めてというか、あのそのホテルも初めてこんなとこあったんだぐらいの気持ちで行ったので。うん、ち,ち,ちなみにその夢ってどれぐらいのスパンで見てたんですか？ああでもそんなにいっぱいは見てないんですよ。多分、ね、最初に見たのから最後に見たのってどれぐらいの期間空いてるんですか？はい 多分最初に見た、覚えてる限りだと小学生の中, <laughs> 中,中学年ぐらい、あの、3、4年生くらいかな、の時に、自分がその小さい時、小さい時、うんまあ、多分6歳とか7歳ぐらいだとは思うんですけど、うん、の自分が隠れてる、隠れんぼしてるっていう夢を見て、うん、そこから多分2、3年ぐらいに1回のペースですかね。うん 多分小学校で一回見て中学校で一回見て高校で一回見てみたいな感じで,<う>で高校生になるまでなってからも夢の中の自分は成長してなくてずっとその幼い時の自分のままの夢をずっと見ていて、うん、毎回隠れる場所は一緒なんですよ。で隠れてこう見つかんないように隠れてるっていうだけの夢なんですよね。うん、誰かかかに見つかったりとか、うん 他に人がいるわけでもなく、うん、ずっと隠れてるだけの夢を見ていて、うんうん、それをもう社会人になったんで多分1 0年はないかなまあ67年後ぐらいにやっとその場所にまあなんていうかたどり着いたというか <laughs> 巡り合ったみたいな。はい、いやまあでもと,とはいえじゃあんでよ で疑問だけけが残りますけどね例えばそれでこう契約が取れて、うん、自分のそのなんだろう評価につながったらあなんかこう<あ>なんかの巡り合わせなのかなとは思うんですけど自分は特に契約も取れず <laughs> だったので <laughs>、はい、今、まあ、そこはどうなってるかちょっとわかんないんですけど。うんうん ちちっっっゃいい頃に行ててるってことはないですよねあそうですね私あの高校生になるまで北海道出たことなくて旅行とかでもあそうですね全くなくて修<ー>学旅行で初めて本州に来たぐらいだったんではーその記憶のない時代とかも多分ないあないって言って親に「初めて本州行くんだから楽しんどいで」って言われたぐらいだったんでなるほどね。はいは びっっくりしたっていう、はい、まああんまりその夢に理屈をつけ始めると怖いんでうまあ俺自身はちょっとやめた方がいいのかなと思ったり、うん、んかちょっとそこでね、うん、現実と夢とうつつの, <laughs> の境がなくなり始めたらそ、ね、ちょっと気持ち悪いなって思っちゃったりするから、はい、まあうんいずれ行よう的なようなものを なんか暗示的なものがあったのかなとかね。ねもしかしたら、あの代々的な予知夢というか。それくらいの気持ちでちょっと考えようかなとは思いました。思うですよね。はい、いや、でもそうなってくると。俺。一回だけ俺前にも話したことあると思うけど。うん、とんでもないリアルな。廃墟の夢見たんですよね。うん、あ、はい。もう。はっきり覚えてるんですけど。そう。 俺いつかこの廃墟行くのかなとか思ってるんですけど、うん、俺その廃墟でがっつり怖い経験してるんですよ。あえ夢,のね、夢の中で。夢の中でこれ夢の話なんではい別にねうわ気持ち悪い夢みたいなで終わりなんですけどす、はい、やたら生々しくて、はい、今の話聞いたらえー これいつか行くのかなとか思ってたけど、うん、今の話聞いたらちょっといつか行くのかなってちょっとまた <laughs> <laughs> また今ちょっと思っちゃったけど <laughs>、ね、まあ行けたらい,いけど、はい見覚えがあればその何か起きる前に、うん、どうにか <laughs> できる可能性もあるのでそうですねいま、うん、だ見ぬ廃墟なのかな。 うん、いやありがとうございます、はい、ありがとうございました頑張ってください、はいはい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、はいはい、失礼いたします、はい、この話なんですけども、はい、僕が若い時に一、うん、個下の後輩から聞いた話なんですよね、うん、その後輩があのボクシングをやってまして、うん、県内でも有数の選手だったんですよね、はい、それで 毎日のようにロードワークをやってたんですよね。はいで、ロードワーク行,き行って、うん帰ってくるときに絶対に通る短いトンネルがあるはいはいもう本当、2、3、本当、田舎の方なんで3、4メーターぐらいのトンネルがあるんですけども、はい行きは何も感じなかったけども、うん、はい、帰りのときにですね、うん視線を感じた。うん

その時点でそいつはやばいと思って <laughs> 急いで家に帰ったらしいんですよ。はい、で家に着いてあっ今日やばいもの見たなーって思ってたらしいんですけど、はあ、そいつは実はあの母子家庭でして、はい、お父さんとお母さんが離婚してて、はい、お母さんと一緒住んでたんですよね。はい、ただ 別れてから一度も連絡なかったお父さんから電話がかかってきた。ほ<う>でそ、息子に代わってくれと。はい、で、珍しいなってそいつも思って。うん、今まで一回もそんなことなかったのに。うんうん、で、お父さんと話したときにお父さんが「お前今日何か見たやろ」って。あお,お父さんがこれ実は。 ほうおうで別れた理由も<ー>子供に被害があるのが嫌だからお父さんから言ったらしいんですよね、うん、離婚しようとでお前なんか今日見たやろって言われて、うん、なんか歯見たって言ったらしいんですよね、うん、だから1週間待てって言われたらしいお父さんから。うん 一週間、盛り塩してくれ、頼むから、うん、って言われて、ちゃんと四隅に、最初の方はそれを信じてて、うん、で四隅に盛り塩をしてたらしい。うん、で、何事もなく過ごしてたんですけど、三日目ぐらいに盛り塩が全部散らばってた。うんうん、で、なんかこれって思ったんですけど、そいつも。 あのボクシングとかいろいろあって忙しくてそれができない時があったの、うん、ある日ですねそしたらまたお父さんから電話かかってきたんですよ、うん、でお母さんから呼ばれて「電話よ」って「代わって」って言いよるで電話に出たらそあのいつも寝てるとこの頭の方に本棚があるらしいんですよ、はい それれが、ドンって倒れたえ危なっ怖っ <laughs> でお父さんから一言「お前俺の言いつけ守らんかったな」って言われた、うん、でえそいつそのままそこにいたらもう本棚がバチコン当たって、うん、もしかしたら大、OK、けがもしかしたらなくなってたかもしれない、うん、で頼むからちゃんと森上わやってくれ あと何日で俺がちゃんとするからって言われたらしいんですよね。うん、それでちゃんとそ,こそれ以降はちゃんと森塩をやったっていう話になります。ちょっとほ本棚って、えー、普通に想像する本棚ぐらいの大きさで。だからそうですね。<分>の僕が聞いた話だと あのでっかい4段ぐらいの参考書とかも全部入れてた<ー>ボクシングの本とかも入れてたらしいんで<ー>それが何も地震とかじゃなくて揺れとかもなくて倒れてきたまあ、まあ、ちょっと普通に考えたらありえないですよねありえないんですよこれが <laughs> <laughs> えー、これが僕の知ってる怖い話 <laughs>、はい、えでも もう殺しに、まあ、殺しにかかってるっていうかんまあちょ,ちょっと何かしてやろう感はすごいありますよねすごいのがだから僕その後その後,その後輩と話しててその話すごいなっていう話をしてて、うん、でも親父がそういう職業やから、うん、もしかしたら親父に恨み持つやつが見つけたって来たのかもしれんっていうふうに言ってたんね本人は。 はあ、いやでもそのまあいろんなお話ありますけどはい歯だけ浮いてるって全然聞いたことないな、はい、これはね僕も最初僕怖い話大好きなんでそ,うその時に後輩「なんかねんか」って言った時にそれを話してくれたんですけど、うんはあ、本人は一番背筋が続々ククしたって言ってましたねその歯,歯ぐきぐきはあったんかな いやいやもうもうにか本当漫画で見るようににかーって笑ってたってまあでもちょっとその笑ってるかどうかってあのだけどそれでも分かるぐらいのもう,そうす、ね、まあまあ、うん、それがまあもうねおそらくこれも笑ってんだろうっていうような感じで歯茎もない<ー>ただの歯が。 そこに浮かんでるってわけでしょう、はい。はい <laughs> そそこが一番なそれめちゃくちゃ気持ち悪いわ気持ち悪いですよねこの話って、うん、ええー、見つけたってことなんですかね多分たそうかもしれない,いうもう予想でしかない、ね、まあそのそ、ね、俺の後輩の方もですねもしかしたらそ お父さんもいろいろやってるからっていうふうに言ってたんで。んまあ、ちゅうこと、お父さんから何も聞いてないってことですよね。そうです。お父さんは多くは語らなかったらしい。知らない方がいいって言われたらしいですね。その後も。<laughs> あの時、何があったかは知らない方がいいって言われたら。ら <laughs> いや、知らない方がいいっつったって。ちょっとね。まあ、うん、そうか。まあ、知ったら知ったでっていうのは。まあ、あんのかもしれないけど。はい、んうん、ああ。 いやーちょっと聞いたことない出方だなー <laughs> <laughs> 絶対に嫌やわ歯浮いてるのでも今「歯ぐきないですか?」って聞いたじゃないですか。はいこれね歯ぐきのついてる歯っていうのって、はい、ごくまれに出てくるんですよね。 あなるほどなるほど。ううは歯茎ついてる歯が、はい、うんたらかんたらっていうその階段の中にその描写っていうのってほのとご,、はい、ごくまれですけど、はい、あるんで。あちゅうことは歯だけもまああるのかなって。あ<ー> <laughs> <笑>でも笑ってる感じまでなんかそこが浮かんでくるっていうのはしかもでもまあそ,そういう見つけた的なようなものなのかそれはもうねまあ全然わかんないかもしれないですけどわかんないですねここだけはロードワークでね走ってるようなところとかでそんなねそうですね毎日走ってたって言ってたんでロードワークでまあでも基本ルーティーンってあんま変わんないから。 そうね、まあ気分転換に道変えるかも、うん、可能性もあるけど、走りやすいところって結構決まってるじゃないですか。そうですね、でも一本道で、もう往復するだけみたいな感じだったみたいなんで、で僕もその場所は知ってるんですよ、そのトンネルの場所自体は、ね。うん、で、本当に短いトンネルで、<さ>入ったらもう出口が見えるぐらいのもう本当にものの数秒ですよね、抜けるなんてね。 はい、いやいやそんなことが起こるわけないってなな想像もしてないですよね、うん、そん何かが起こるだろうかも、ねね、とかも毎日走ってる場所なんですね <laughs> あとねはあいやそんな遭遇の仕方もあるんすね <laughs> いや僕の今この話は本当 <laughs> 僕が知ってる中で一番怖い話です <laughs> 気持ち悪いありがとうございます えー、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。ししますはい。はい。はい、パチパチよろしくお願いいたします。<笑><笑>あのー、かの昔に。 本当にあった呪いのビデオで指輪を排水溝に落としちゃったで結婚指輪かんなんかですごい大事なものだから探そう探さなきゃって思ってもう流れてっちゃったからでまあ本来だったらこのこのね U 字,字になってるじゃない排水管って匂い防ぐから,だからそこ調べてもなかったみたいな描写があったかどうかちょっと忘れましたけどその自分ちの家の排水こう川につながってる穴あるじゃん排水管こうビャーって出てあそこをちょっと調べようって言って。 その大事なものだからっつって。で、一応そこをカメラ持ってグーって自分で見れないところにあるからなのかどうかわかんないけど、一応そのカメラを突っ込んで、えー、探したっていう、まあ、手だと。<laughs> まあ、基本本当だと呪いのビデオはあのーねまあ、フェイクドキュメンタリーっていうもんですから、えー、基本的にはね。そういう映像が元にあったかどうかわかんないですけど。 あれめっちゃ怖かったんですけど、排水管にバーってカメラ入れたらそこに、ハグハグキの、う、上あごかなこここの運が、ガーンってそこに置いてあって、肉肉しいやつが。<laughs> で、うわーって、結構インパクト強かったんですよ。フェイクだって分かってても、 え何これって。でいやでもこの映像ってえじゃあゼロから作り出した話何かしらのその元ネタがあって話とかも構成したり作ったりしてんのかなって思ってたけどえそんな歯茎かかだけがガーンって排水管の中にボンって置いてあるなんてでもその後にはもうないんですよ。もう一回カメラ振ったりしたと思うんだけどもうないというものだから。 ここだけのの例っっってっててやんん思たですよ元ネタがあるんだったらすげえなーってなるしそんなことをゼロから思いつく人っていんのかなほんのろすげえとかって思ってたんですよねあのー、だいぶ前ですけどしたらこの十津町どっか探しはありますけど歯グキ系の話あるんですよねえってえじゃああのほんのろの話って 似た話は他にもあんのかってちょっとそこで思ったんですよ。<laughs> で今「は」じゃんあ、ここだけっていうのはあんのかなあんのかもなって思うた。でもなんでって思うよね。 意味わかんないよね <laughs> 入れ歯まあうん入れ歯なのかないやでもねそのまあ見え方がねすっげえ肉肉しかったのよ俺の記憶の中では<わ>まあ多分入れ歯 <laughs> なな,な,な、な、なんかそこでこう作ったのかなとかも思うけど作ったんだろうねと思うけどそれ1から。 ってかんここだけの話って誰が思いつくんだろうだから元の話あんだろうなって思ってたんですけどやっぱあんのかなって思ったインプラント <laughs> ど,どうでしょうねだいぶ前の話ですからねこれだだいぶ前の やつだも,んなもう十何年前のやつだとそんなにうんどれぐらいかな何巻だろうあれこれあの広島フレディさんかなあの方に言えば全部解決するよね あの歯茎のやつって言ったら「ああはいはい」っつって <laughs> <laughs> あのめちゃくちゃホラー作品に詳しい人うん <laughs> どういうういことなんでしょうね全く分かんないけど何を何を伝えたくて出てき,出て,きてるとしたらねそれが本当に例だとしたら何を訴 <laughs> えたいのかなあ来ました来ました僕が二十歳ぐらいの時なんで、はい、今から5年前ぐらいですね。はい、の時に ま、中学時代からあの仲良かった友達がいて、うん、でそいつにまつわる話なんですけど、うんまあ、そいつすごい特徴があって、うん、すっごい大雑把な性格で、うん、あの片付けがめっっちゃ苦手なタイプだったんですよねうん、うん、で家とかにも行ったことがあるんですけど、うん、ものすごいやっぱ。 汚い家だったんですよね自分の部屋みたいなのがあるんですけど、うん、その自分の部屋とかもあのお菓子やらペットボトルやらって感じで、うん、すごいまあ汚くて「うん、いやお前片付けしろよ」みたいなの言っても「いやできないんだよ」みたいな話になるぐらい、うん、まあちょっとあの大雑把な性格で片付けが苦手な子がいて。うんうん での名前まあ、一応、ユウスケってしていくるんですけど、うん、そのユウスケがあの車を買ったって言って、うんで、車に乗せてもらったことがあるんですよね。うん、で、車に乗せてもらったんですけど、もう買って、まだ2、3か月しか経ってないのに、うん、やっぱめち,めちゃめちゃ汚いんですよね。うん、でお,お前やっぱ すげー汚いじゃんみたいなせっかく買ったんだけどもうちょっとねよく乗ればいいのにって思ったんですけど、うん、まあでもそういう人っているじゃないですか。ははい、はいででまたその二十歳ぐらいの時に僕が確かあのー、酒を飲んでて帰りちょっとタクシー使うのもなってなって確か連絡をしたみたいな感じの流れで、うん、夜あのー、呼んだんですよね悠介を。うん ちょっと車あの家も近いからちょっとあの駅まで来てくれんかって言って「うんただまあいいよ分かったよ」って言って、うん、あの来てくれたんですよね。はそ、い、したらそっからまあ12か月ぐらいしか経ってないんですけど、うん、あの車がめちゃめちゃ綺麗になっててほんとにもう何にもないみたいになっててうんで駅からまあ10分15分ぐらいあったんで。うん ありがとうって言ってでやっぱちょっと気になったんであの片付け嫌いの悠介がこんなに車綺麗にすることあるかなと思ってワンちゃん女ができたかと思ったんですよね彼女がそういうのはあるかなと思ってこれもう女席に乗せるためにこいつ片付けたなって思ったんですよ で、あのー、おおすごい綺麗になってるじゃんユースケみたいな、うん、絶対女できたらみたいな話をしたんですよねはいそしたらいや別に女できてないよみたいなうんえじゃあんでなんで,どななんでみたいな、うん、なるじゃないですか、はい、で聞いたらいやちょっと変な話なんだけど、うん、ちょっと聞その理由があってって言ってうん 何何みたいな「ちょっと信じてもらえるか分からんけど」みたいな「うん、いやいいいいいいから話してみ」って言って「うん、じゃあ分かった」って言ってで悠介が結構夜勤もあるような仕事で、うんあのー、夜勤つつも2時とか3時とかに帰るような感じの時間帯に帰るような仕事だったんで,、うん、でその日もそんな感じで帰ってたらしいんですよね。はい で、コンビニ行ってなんか飲み物とか買って、うんで、なんか軽食みたいの買ってで、帰るっていうのがいつものルーティーンだったらしくて、うん、で、そういう時のゴミとかもやっぱポイポイしちゃうんですよね、はい、で、ポイポイしてる時に自分がすごいあの好きだった指輪を一緒に後部座席に物を投げるときにポンっていっちゃったらしいんですよ。うんうん で、指輪がすっぽ抜けちゃって後部座席の下側の方にコロンコロンコロンって転がったのが分かったうん。うわ最悪だと思って、うん、こんなゴミの中から探さなきゃいけないやって言って <laughs>、うん、まあでもしょうがないと思ってコンビニで止まってたのもあったんでうん。まあその運転席から後ろに行くのも面倒くさかったんでうん。体を乗り出してうん。右手だけこうやってガサガサって入れたんですよね。うん。 で、わ、ここら辺にあるはずなんだけどなーと思ってうんガサガサーって入れてたら急に親指のうんこのお肉の部分うんぷにぷにしてるこの手のひらの部分うんのとこに痛みが走ったらしいんですうんガッてうんで、痛っと思ってうんで、引っこ抜いてうん だもしかしたらなんか俺そんな刃物っぽいもの入れてたかなと思ってうんそんぐらいの痛みだったらしいんですようんでガッて引いた時にその親指の部分がうんちょっとぬるっと濡れた感じがしたんですってうんだからうわ血だって思ったらしいんですようんなのであのフロントの部分の電気の部分も、うん パチってつけたら、うん、血はついてなかったんですよ。うん、血はついてなかったんですけど、うん、うーって歯型がついたらしいですよ。うん、親指のとこから後ろの部分までに。<laughs> うん、で、後ろもその親指を本当にガッと噛まれた感じなんで、また破壊。 <laughs> <laughs> 何と思ってそのぬるっとした部分触ってみたら、うん、その唾液みたいな感じで<ー>こう寝とーってなるんですよ。うん、で何と思ったんですけど、うん、もう後ろが見れなくて。<laughs> そのまま家に帰って、うん、次の日、うん、全部きれいにしたらしい <laughs> <laughs> それで済むのかな <laughs> それで、一応指輪もちゃんと見つかったらしくて、はあ、ただ本当に意味が分からなかったって言ってそりゃそうでしょうし すっかり歯型がついてたらしいんですよ。<laughs> うわ<ー>。えなんだろう、えー、その話と思って。うん、で、今、その話が続いてたんで、<laughs> あ、俺もこの話あったと思って、今。話しに来たんですけど。<laughs> うん、ま、まあ。 その部屋だろうがなんだろうがやっぱ汚くしてたらなんかねあ変なもんがとかっていうのもねあんまよろしくないよとは言われるけどはい,、はい、いやそれは俺途中でそのなんか虫系統の話しやがるのかなってことは。<laughs> 思ったたりもしたんですよだからもう何が飛び出してくんだろうなーって思ったらまた破壊 <laughs> だからそのだから全くその霊的なものも見てないだからそういうのも持ってるわけでもないんで、うん、そいつからも一切聞いたことなくてユースですけど、うん、急にそんな話が飛び出したんでそりゃそうでしょう。 しかもその車でしょその車深夜深夜 <laughs> 深夜12時くらいに <laughs> 家に帰る道中にい<や>こんな話聞かされてき,き,きれいにしたとはいえ言うたらあのー、何かが起こった空間に自分が今いるわけじゃないよく,よく考えたら。 なんでそ今,今するみたいな「いや俺だけが言ったの」みたいなえにまあ人なわけないしねわけないですよねまあ他の動物なわけもないしないと思いますしかもあの歯がさって、うん、人間のあの歯のあの感じってはい、はい、なんとなくわかるじゃないですかはい、はい、もうもうねえ うん、<う>あのたた縦線がタ,タタタタっていう切り取り線みたいな,のなのそう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 になりますからあれは多分見間違えるような感じではないと思うんでうーんいやーでもその歯型なら歯型になんか唾液っていうのがなんかもう <laughs> 気持ち悪い気持ち悪いですよね気持ち悪いですよねは <laughs> あー もう気持ち悪い話ばっかりするこの人たちなんかやっぱちょっと同じっていうかそのなんかあ歯の話かって思ってそんなないって歯の話 <laughs> そうですね僕もたま,たまったまった、ね、<laughs> ああそういえばと思ってでもなんか歯ってやっぱなんかちょっと気持ち悪いっすよね多分何型で一番気持ち悪いんじゃない あそう手形とかより足形とか、はい、なんかなんちゃらある,、はい、あるあじゃんなかたちょこちょこなんか人間の部位をねでもこう歯型って嫌よね嫌っ <laughs> すね気持ち悪いっすね一番気持ち悪いかもしれない、うん、<laughs> 何か型の中で一番気持ち悪いと思う <laughs> <laughs> 確かに確かに言えてる <laughs> いやいやわでもそ,それってたまたのま、ね、たま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 だと思いますよほんとにもうそこで落としてなければそんなことならなかったんですもんねあもうもしかしたらそのそれこそ本当例霊とかで本当妖怪の類とかなのかもしれないですねなんか言ってるように<ょ>なんかその汚くしてたらよくないみたいな <laughs> ねえ はあ、その車のこともなんかいろいろとこうかんぐっちゃったりするかもしれないけど<ー>でもそ,それ以降って話き全然聞かないですね未だにお付き合いあるんですかあ付き合いはあるす付き合いはありますけど悠介、うん、からその変な話、うん、そのなんか懐疑的なとか不思議な話っていうのはそれ一回っ,っきりですね。 つついたりしたことあるんですかないのってあ、でももともとそういう話を自分からするタイプでもないし多分そうですよね、だって、はい、その <laughs> 綺麗にあ綺麗になったねーって言ったうーんってで、こっちが突っ込んだからまあ、話したわけでしょそうですねで、そこで何も突っ込まなければ多分そのまま普通に送ってくれただけじゃないですか多分そうっすねた多,分多分ですけど はい、突っ込んだらなんかあんじゃないですか。<laughs> どこなのかな。<laughs> もしかしたらあるかもしれないですね。俗歯型があるんじゃないですか。<laughs> <laughs> ほんのろ的に言うと <laughs> あるかもしれないです、ね。属属ちょっちょっと,ょょっと今度電話してちょっと聞いてみますね。うんもしかしたらなんか変な掘り出し物みたいな話がうんまあうそのそれを聞くためのね連絡もなんかちょっと なななんんだだここいいつつってなるかもしれないからで、ね、でまあまあ、まあ、多分もう中学生ぐらいから本当に出会ってるんで,、うん、でも最近はもう俺自身がその引っ越しちゃってるんでうん、うん、会ってないんでまあ元気かぐらいの話で電話するのはありかもしれんすねまあまあねそういうのでも全然いいですしまあとあのいやこない、ま、前にんなことあったじゃん。 あ,あれ以降とかって車だ <laughs> その心配するを装い心配を装い後日談かないかを引き <laughs>、うん、俺は今ものすごくものすごく嫌 <laughs> な言い方してますけど <laughs> あの。 あ,れあのあと大丈夫だったの,あのって <laughs>、うん、5年越しに、うん、そういや <laughs> いやパっ,っていやそういう話好きなのって知ってるんですかあ俺自身が多分それはもう大体、うん、俺の周りの人は周知の事実ですかねそれこそあのいやこ前ちょこないださってそのあの話したんだけど <laughs> いやあのいや歯の話聞いてさって あいいいいいいいででで、ね、いいですす、ねうん、すねねねそのみ方やお前も歯型あったじゃんかって。でそれでちょっと思い出したんだけどあれってあのあと乗ってた車じゃんって大丈夫だあれ以降で大丈夫だったのってこう、ね、心配を装う形で。<laughs> いいっすねもし何かあったら、うん、心配を装うていいちょってすっごい嫌 <laughs> な言い方だけど、うん、まあちょっと、ね、心配もしつつねそうねしつつ、うん、続,続編ないのかいってちょっとねいやだってそのまあ汚くしてたからっていうのでそんなことがあったんだったら、はい、結構汚ねえ車 あるからね <laughs>。ありますよね。うん。まあど,どれぐらい汚いまあ食べ物散らかってるみたいなのだいぶやばいけど、あのー、あれですね。あのー、ゴミとかをなんか後部座席の方にポイポイしちゃうタイプ。だいぶ汚いですね。<laughs> ポイポイしちゃうタイプですね。<laughs> あの下の下の足置くとこにペットボトルの。うんうんうん。 あの空間がいっぱいあるみたいな。危ね危なでもそれ危ないよだってブレーキ踏むときにそこにあの助手席の方ですね。あだあそうまあうーんそうね <laughs> いやあのなんかまかり間違ってピョンって飛んできて <laughs> そうですねねあるありますもんねブレーキ踏めないとかってそうそう,そうあれ危ないですからねもしかしたらお前危ないぞガブッで <laughs> <laughs> あそうかもしれない。もしかしたらそれもあるかもしれない、ね、ななんかね、そうそうでそれでそれ以降綺麗好きになってたら、いまだに汚い、いまだに車汚いって。<laughs> そうですね。おば、うん、あのお,おじい死んだおばおじいちゃんがそういればなったとかってあるかもしれないね,、うん、ね。まあわ、まあ、かんないけど <laughs> まあいやい,っつっていや実はあんなことあったから今結構綺麗にをしてるよって言うんだったらちょっとね。 まあちょっとトラウマではあるのかなと思うけど <laughs> まあまあまあいいことその状態になってるってのはいいことなのかもしれないけどちょっと生き方そこにねきれいにしなきゃっていう理由がね <laughs> そういう体験だったり複雑だなってなりますよねまあでも教訓になってるみたいな <laughs> そうね、うん、まあちょ,ちょっとまあそういうのでな,なんかあった りあってもおかしくなないかかもしれないので,す、ねいですね、まあねちょっと聞けるんだったらちょっとう,、ね、うん聞いてほしいなと思いますけど今日,今日のお昼頃に電話してもしかしたら夜かけるかもしれないなんでだよ <laughs> <laughs> いや行動が早すぎるわ。 手は手は熱いうちに。<laughs> まあ確かにね。今日日曜日,日曜日だからまあ可能性高いのかな。いる。あるかもしれないですね。ああまあまあまああの、はい、まあ迷惑ならないように<笑><笑>はい言,言った手前ちょっとなんか申し訳ないんですけどはい、えー、ま,またなんかありましたらよろしくお願いします。はいお願いします。はいどうもです。では,はい頑張ってください。はい今から話すのがはいあの金田さんのはい。 あ,のある動画を見てからかなっていう <laughs> 話なんですけど <laughs> ま<あ>でも <laughs> ちょっとこれがどっちのそうなのかなと思って2つあるんですよちょっとなんか似た、はあ、似た似たるっていうか、はあ、まあこんな感じなんかなみたいなのがあって、はあはい、で今自分愛知県にいるんですけど<ん>愛知県に今住んでるんですけどあ愛知 ここに引っ越す前に滋賀県であの工場で仕事をしててはい、はい、その社宅で、まあ、なんか体験した話なんですけど先に動画のあれを言った方がいいかなあの <laughs> かなたさんが、はい、あのリアカーの旅に出る前に、はい、あの出た動画で。 サムネのタイトルが「あの伝説の心霊写真」ってあったじゃないですかはいあれをちょうどプレミアム公開されてて、うん、それを聴き,きながらゲームしたんですよほうでその話聞きながらあ写真かと思って、うん、でまあ写真が画面に出るじゃないですかはい出て何よこれって思ってうん こんなはっきりっっとるやんけってなって <laughs>、うん、おーっと思って、まあ、その日は終わったんですよ。はい、でその話が自分はちょっとまだ気になってたんでもう一回再生し直して聞いてて、うんうん、でその時住んでた家っていうのが風呂場にあの何でしょうあの乾燥機とか室内乾燥みたいなパネルがあって、うんうん、そのパネルが なんだろうあのー、その部屋自体も新しかったんですけど、うん、このボタンを押した時みたいに急にボタンのこの、うん、今どれに当たってますみたいな乾燥を押してないけど乾燥のボタンの子に今なんだろう発生してるみたいなオ,、うん、オン状態になってるみたいな感じです言ったら,言ったら<ん>触ってないけどそうですオンとオフの状態みたいな、うん、触ってないけどなんか トイレしてたらそれが急にパッてオンになるみたいな、うん、は何これみたいな壊れたんかなと思って、うん、であの会社の担当の人に連絡して、うん、まあ業者さん呼んでもらって見て,見てもらったんですけど時、うん、に異常ないんですよはいで言って入った時も別に触ってないんでオフの状態で何もなってないんですけど、うん、まあ異常ないですねってなって、うん で帰ってでそしたらまた次の日トイレ入ってるとまたオンになってるんですよ触ってないけど、はい、はあ何これみたいなでその怖かったのがボタンを連打してるんですよ言うたら押すと<う>なんか時間とかあるじゃないですか 1>, はい、1時間、2時間、3時間動かしますよっていう時間のとこが連打されてるみたいにだだだだだってババババ,バーって 1>,、うん、1から5また1から5みたいな感じになってて <laughs> <laughs> 希望 <laughs> ってなって、うん、で、トイレこうやってやら出るじゃないですか。はい、出て、はあ、怖っって思って離れるとそれで止まるんですよ。 えっ <laughs> 俺ってなりますねえええ,えってなって、うん、いやえ待ってと思ってもう怖いんで、うん、トイレのトイレをタンって閉めて、うん、あのー、リビング戻ってまたまあなんだろう自分いつもゲームしながら怖い話聞いてるんですけど <laughs> <laughs> それをまたやってて、うんあ怖う怖い話聞いてたのあそうっすええちょっと待って <laughs> 変態の方 <laughs> いやいやいや違う違う違う<や>それ <laughs> それ怖ってなって部屋に戻って <そう S 1> 階段聞いてゲームすんの <そう S 1> やばくないそうですなんかもう習慣化してたそれがえメンタル鋼なん <laughs> <laughs> 自分寝る時もよく怖いのし危かなら寝てるんでまあ確か習慣っちゃ恐ろしいもんでねそうそうですうわってうわってねだって俺だってめっちゃ怖い思いした帰りに バイク乗ってて、廃墟って帰ろうって、落ち着くために廃墟って帰ろうってなるような人間だから、まあ、人のことは確かに言えないなってのは、なんとなくわか,かるけど、ねル、ルーティーンがね、あるからそう、ルーティンなんですよ。<laughs> で、<う>まあそんなことが起こって、はい、そこーって思いながらもう、うん、その、またこれが続くんですよ。トイレ行ったら、また連打されてるんですよ、ボタンが。<う> これをいつかカニ,のカニさんのとこで話そうと思ってて、うん、今日ちょうど24時間やってたんで、うん、一応話しに行きましたえそれって修理云々観音あったんですか <laughs> あ、もうそのそれがまず事の発端が起きた時にもすぐ担当 <laughs> の人の業者にそうです<な>お願いしてもらっそうです言うたっつってたけどそれは対応かなんかして元には戻ったんですか そうです,うです自分が使う分には何か別になるんですけど、うん、なんかふとトイレとか入ったら気づいたらもうそれになってるみたいな感じですえっそれ以降も以降もんそれ今もってことですかあもう今はそこから引っ越してるんでああそうかそうそうそこはちょっともかんないですの修理したしてもそうなってたんですか 結局別に接触不良でもないし、多分普通に正常だとは思うんですけどねって言われて。<laughs> これ、じゃあ、他の人にも言いましたいや、トイレのあれ、おかしくないですかって。あのその同じ、あのー、なんだろう、この、なんだろうな寮、寮の人が一応いたんで、同じ、うん、会社の人が。うんうん、こんなのっておかしいっすよねって言ったけど、<laughs> いや、壊れてんじゃねって言うだけで。 うん、他は特にそんんななことなかったんですで他の人はそんなことないっていうんですかそ,そうですそうですそうですいやないよ別にそんなないよみたいなじゃあ黒猫さんだけにそれが怒ってるのであろうのであろう <laughs> で, <laughs> でこれが一番ちょっと怖かったのがうんうとたつに出てくる、ま、なんだろう着物を着た女の子みたいな、はい、あったじゃないですか、はい、それか あの伝説の心霊写真に写せた女の子もなんか言ったら小学生っぽいじゃないですか子うん。そうこれが怖いのが子供ががんか、うん、なんか <laughs> ほらわかりますねあ,あい,いたずらしてるっぽい <laughs> そうですいたずらしてるみたいな感じなんですよねああ怖えってなって <laughs> うんうん <laughs> <laughs> そうえででも怒り始めたのはその写真見た後 なまあでもあれが関係してるのかどうかとかもわまあまあかんないけど、うん、まあちょっとまあそういうのを見てあとでとかだとちょっとまあ思っちゃうだろうし、うん、なんなら自分だけっていうのがこれ確認取れてるっていうことはそうですね自分が座ったらどうこうなるなんて <laughs> ちょっとね。ならないです <laughs> 本当<は笑> あんま考えらんないですもんねへぇ<ー>いや、俺のせいじゃないと言っときますそういうことにしておきましょう、うん、で、俺、<laughs> あの <laughs> 俺知らないもの <laughs> 何かが起こったとしたって皆さん自己責任 <で>まあ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 、まあうん、や,やってもらわないとそれはねまあまあまあこうこ困ってしまういやまあでも確かにそう言われたらちょっといたずら感はあるもんねそうあるんですよねまたなんかうう、ね、まあ 歌だせで自分もなんかちょっと体験してるなと思ってたんですけど。いやいいって <laughs> いやいいよ <laughs> いいってしなくてもういいもうね報告が <laughs> もう多いのでねいやまあありがたいあああいやね言うともらってまあありがたいのもあるんですけどうーんねえ。 まあうん、あんまりそれで怒ってほしくないっていうことが起こったら怖いですからね <laughs> いやこっちに何かがあってて飛び火してるっていうんだったら恐怖を、まあ、共有できたりもするのかなとも思うんですけどあ<ー>もう僕一切何も起こってないしうんまあ怒ってるのに気づいてないだけかもしれないけど。<laughs> 周りの人たちがそう話をねしてくれるんで、まあ、だからこその今年10年まるっと10年経ったからちょっと今年決着つけようとは思ってるんですけどそれによってもっとひどいことになったらなんかごめんというしか言いようがないでもそんな不思議なことって起こるのかねってそれを表に出してる人間が言っちゃいけないのかもしれないけど。<laughs> <laughs> いやできればこっちに怒ってほしいですからね確かに収めたいですもんねカネさん <laughs> それをまあそうね、まあ、映像に捉えたりその怒ってるものが写真だ映像とかで残りゃあねうわってなれるんだけど拍師もなくやってくるから <laughs> 会議は突然やってくるんでね <laughs> 準備のしようがないって感じでしたね,ね。ないのよね。まあだからもうそういうのがありゃいいのかなとは思うんですけど、まあうん、とりあえず今年はそれだし、まあ僕のせいではないと、はい、<laughs> いうう言うときますあ、ね、<laughs> 自己責任で <laughs>。そうですね。いやでもそんなことが起こった後によく会談聞きながら。 ゲームできますよねもうそそっちの方がちょっとやわっいやそっちの方がなんかすげえなと思うすけどなん本当にだろう <laughs> いつも聞いてるんでやっぱなんか、うん、何かしら垂れ流ししながらやってるんで、うん、わかるわかるそれは病気かもしれないです<あ> <laughs> いやもうその 病気病気ではないけど。<laughs> うん、ない、ね、やっぱ落ち着くっていうね。あ、まあ、そうですね。うん、ところで。やっぱ映像よりやっぱ、あと、話の方が、想像が湧くんで、それがやっぱ楽しいかな。しますね。いや、うん。いやー、いやありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい、お疲れ様ですあ。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、お願いします。はい うん前に凸したまあ結構何年か前なんですけどね凸、はい、させてもらったりとか、まあ、してたんですけどその時ちょっとかなさんに話したいなって思ってたことがあって、うん、まあちょっとなんかそれがねうまく話せなくてあのうまく聞いてもらえなかった感じなので、うん、なんか多分。うん 今,今だったら聞いてもらえるかなっていう感じでまあほうなさんもなんかいろいろあったみたいでなんか多分いろいろ心境の変化とかももしかしたらあるのかなっていうところでまあ <laughs> 聞いてもらえるかもしれないっていうお話をちょっと <laughs> <laughs> させてもらいに来たんですね。<そう> <laughs> うん え何俺どういうプレッシャーをかけられてるんだ今は <laughs> 俺はあのプレッシャーというかただの防衛戦なんですけどまたなんかちょっと馬の耳になりそうな雰囲気があるので <laughs> あの馬の耳になってランツに聞いてほしいなっていう <laughs> いやそう <laughs> <laughs> まあはいまあでもすいませんなんか久しぶりに撮ってさせてもらったんですけどなんかかなさん痩せましたねいいえいやそんなことないですかはい 痩せんなんか一時期もう少しなんか顔が丸かったような気がしたんですけど髪型とかかのせいですかねそうど,ど,うどうなんですかね痩せては全然ないですけどなんかもうすべてが試されてるみたいで僕はもう今心穏やかではないんですけど <laughs> <laughs> いや うん、いやいやそんな別に試してるとかではない。ないやあまたそんな感じですか <laughs> とか言われても <laughs>、まあ、いやまあちょっとね、ま、ど,どんな話なのかなと。あすいませんちょっとあなんか内容的にはその怪談とか怖い話とかっていうのもちょっと違くなってくるかもしれないんですけど、はい、あのー、前。 にもうすごいもう7年前とか8年前とかですかね <laughs> ははまあ特通させてもらった時に「僕、はい、あの,僕あの金縛り体質で、はい、で金縛りに合う場所とか、うん、あの部屋とかが分かるんですよ」みたいな話をちょっとさせてもらった瞬間に「うん まあなんか,あのかなさんがあの馬の耳になってしまいまして<う> <laughs> ちょっとなかなかうまくそれから先が話せなかったんですけども苦情じゃんちょっと僕の話し方もねよくなくて <laughs> いや、ま、もうそ,その説は大変ご,、ま、のご,ご無礼を言えに言えに言えにもう一つありまして それとプラスして端的にその話をしようと思って、はい、結論から喋っちゃったんですけど、はい、あの僕はナルコレプシーっていうはい、はい、睡眠障害,の障害を患ってましてっていう話をしたらさらに馬の耳になられまして <laughs> いやあのいやあのね <laughs> いやごめん。 ガブさんね、はい、今またちょっと間違いかけてると思うんだけど、いやいや、だから、ちょっと待ってくださいね、<laughs> ちょっと待ってください,、ね、い<や>そこ、ここから説明したいので、あなるほどそこからさらに説明を入れたいんですよ、<laughs> そこの説明に至る前までに、あの前の段階ではもうだめで、<や> <laughs> そこに説明を聞いてもらうっていうモードに、もうそもそもならなかったっていうところなんですよ。うんで、<laughs> あの まあ、今と同じ反応ですわ、<laughs> 言うたら、<laughs> 今と同じ反応で、で<ー>あのここから先はあの僕の経験と希望的観測と、はい、あとは仮説で成り立ってるんですけど。はい あのー、そもそも言うと、まあ、そのナルコレプシーとかが原因じゃんっていう話で、はい、あのそれってなんか、心霊とか、そういうのとかとは全然違う話になってきて、話がごちゃごちゃしておかしくなるじゃんみたいな、うん、ところで、あもう嫌な顔して <laughs>、すごい嫌な顔してますけど。いや、違うのよ、あの <laughs> いやあのいちょちょちょ、ちょっといい 今、<laughs> その。あの、とりあえず、ね、話に入ってほしいんですよね。あ、わかりました。うん、はい、あのい、今のって。これ、はい、これ続いたら。うん、あの、まあ、僕に話しに来てくれてるっていうのも、それはもちろんわかるんですけど。この。これずっとずっと、どっから話が続くのかなって、みんな。そうじゃなくて、話聞きたい。ので。はいはい <laughs> いつから話が始まって、本筋<や>どこよっていうところになってくるんで、話、入ってほしいかなとは思います。で、これ、ちょっとでも、すみません、あんまり、まあ、話が上手じゃないので、組み立てがあまりうまくないんですけれども、はい、まず、そもそもの話で、はい、そのまあ、 実際のところはちょっとわからないんですけど、僕の中で、はい、そのナルコレプシーが発症した起源ってどこかっていうのが。ありまして。うんはい、それも、すごい昔に凸させてもらった時にお話しさせてもらったんですけど。はい、あの、うんうん、一旦昔のこと忘れてもらっていいですか。ちょっ、いや、ちょっとこの話だけいいですか。すみません。<laughs> あの、すごい重要なところなので、ここは。うん。あのおうおう。そうなんだ <laughs> そこであ,の、はい、あった金縛りの話っていうのがあってそれが、まあ、人生ですごい最初のもう多分一番最初にあった金縛りだったのかなっていうぐらい記憶にある中では一番古い記憶の話だったんですけど、はい、それがあってで1年ぐらい、まあ、学校にもまともにも行けなくなるほどの恐怖体験をしましたっていう話を昔ちょっとさせてもらったんですね。うんで そこで昼夜が逆転してしまって、うん、っていうところから多分端を発して、うん、そのナルコレプシーっていうのもののまあ気が付いたのはもっと自分がナルコレプシーであるっていうことに気が付いたのはもっと年がいってからの話なんですけど、はい、元をたどっていくと多分あそこからだなっていうのが僕の中ではあるんです。はいはい、でその後からあのものすごいその。 金縛り体質になってその当時は、まあ、ナルコレプシーだということは全く知らなかったんですけどははものすごいまあかしり体質になってそのまあどこで金縛しりに合うのかっていうその場所に行った時になんかもう分かっちゃうようになったんですよ、うん、寝る前とかでも。でそれが何でかなってもうずっとそれが続いていて、うん、であの年を取っていくたびにですね、うん ある程度傾向が分かってきたんですね、うん、で一つは場所、うん、ある特定の場所に行くとものすごく金縛りに合う、はい、で金縛りにものすごく合う時期があって、うん、そこを後から考えてみると住んでる場所なんですよ、うん、で引っ越したりするともうなくなったりするんですねその金縛りが、はあ、で時期をこう照らし合わせていくとある特定のまあ 建物に住んでる間だけすごい金縛りに遭ってるっていうことがまずわかるたんですね。はいはい、で、もう一つその金縛りのメカニズムなんですけども、うん、これがあのまあナルコレプシーって要はその幻覚を見たりだとか金縛りにあったりとかすごい多くなるっていうまあ病気で有名なんですけども、うん、僕が思うにその要はその霊的な金縛り とそうでないものっていうのがまあ明確にあると思うんですけど、うん、なんというか一般的にそのじゃあナルコレプシーの人たちがなってる金縛りって100%じゃあその病気のせいなのかって言われると、うん、なんかちょっと疑問符がつくような経験を僕はしてるんですね。はい、ででそここをなんかってこうあの 自分なりにもこう考えていったときに、うん、その要は金縛りで恐怖体験をするとかそか霊的な何かを影響を受けるっていう状態っていうのはその人間にそのコンパクトというか精神なんか人間は入れ物であって魂みたいなものがあって、うん、でそこになんか霊的な何かが干渉してきていると。うん いうような状態であるとしたら、うん、ここは仮説なんですけど、うん、あのナルコレプシーはまあまあ病気なんですけどそれによってまあ霊的ではない金縛りがよく起こると、はいはい、でその状態ってどういう状態かって考えたときに一番肉体と精神が離れてる状態なんです。ほう 言ってる意味が分かるかどうかちょっと微妙なとこなんですけど一番体は目が覚めていてあのあ違うか体は寝ていて、うん、精神だけが起きている状態、うん、なのでメカニズムとしては体と精,あ精神が一番乖離してる状態だと思うんですよね、うん、だとするとそこに対して何かこう 干干渉渉しして来ようとたたものががいい場合に、うん、干渉されやすいがあるんじゃないかなと今思ってるんですよ、うん、だからナルコレプシーだからその霊的な現象が起こったって勘違いするではなくて、うん、ナルコレプシーによってその精神と肉体が乖離する状態が何度も何度も頻繁に起こる人が干渉されやすいなんじゃないかなと。 うん、思ってるんですよね最近は。うん、で、もう一つ、あの、うんと、ナルコレプシーの症状の中に、うん、カタプレキシーっていう症状があるんですね。はい、で、これどういうことかっていうと、あのー、 なんてんていうですかね交感神経を刺激されると、はい、体のが脱力を起こして立ってられなくなったりとか倒れちゃったりとかするっていう症状なんですけど、はい、これっていうのは、まあ、要はあのなんていうんですかねまあ 精神的な興奮とかまあ怒ったり泣いたり悲しんだりとか笑ったり喜んだりとか、はい、神経系を刺激すると怒る状態なんですけども、うん、これが何もしてない時に怒る時があるんですよ。うん、でその交感神経というのはその、うん、まあ要はパルスとか。 あのまあ、微弱な電流だったりとかっていうのに結構あの密接な関わりがあったりとかするんですけども、はい、要はその磁場であったりとかそういうものにも多分ある程度は影響を受けたりするのかなっていうまあ素人の考えなんですけども、うんうん、っていうのがあってでそれがあの要は金縛りに遭う前に起こる。うん ですよそのカタプレキシーっていうのは何もしてなくても何あの自分の中では何のその精神の起伏が感情の起伏がない状態であっても、はい、それが起こるところって必ずあの寝たりするともう悲しばりにあっちゃって悪も完全にあの確実に見るような場所なんですよね。うん、これはもう僕の経験でしかいないので何ともなんかそれが本当であるかどうかっていうのはもう あの証明のしようがないんですけど、うん、でそれ考えたときにやっぱりそのカタプレキシーが何も自分の中で何の感情も持ってない時にいきなり起こる場所って多分何かに干渉されてんのかなっていう,、うん、う気がしてるんですよね<う>なのであのまあいろいろそれただまあ考察していくとなんかいろいろあるとは思うんですけども、うん、その いわ、まあ、くつきの場所だとか、うん、明らかになんかその空気が悪いなんか出そうみたいなところに行くと高確率でやっぱり起こるんですよね、うん、なのでそういう話をしたかったんですっていう話です, <laughs> すみません <laughs> でそこからちょっとなんかいろいろこんな怖いことがありましたっていう話をしたかったんですけどえっ、ー、とまあ それがうまくこうそこまで話ができなかったなっていう心残りを話しに来ましたすいません <laughs> <laughs> なるほどね <laughs> あうんまあそそれってだからまあ基本そのあんまりこういうのはまあ言って でいいのかどうかわかんないっていつもこう思ってはいるんですけど、うん、その精神的なもの、はい、その、うん、まあナルコレプシーとかでやっぱちょっとその不安定な状況なわけじゃないですかはいまあ一応ちゃんと明確にね、うん、えー、睡眠障害とか言われているものじゃないですかうんだからやっぱそことそのまあそれこそ 金縛りだとかっていうのはさっき言ったたいに体は寝てるけど脳が覚醒してる状態とか不安定な状態、うん、もちろん帰りしてるっていうのはすごいね寝てんのに起きてるってどういうことよって、うんね、<laughs> 全然、ね、違う状態っていうのが、あのー、まあ起こってる時に、まあ、何かしら起こりやすかったりっていうのは、まあ、ありますけどはい、はい、それがまあき、まああのー、そこに置かるとをまあ 差し込むのも、まあ、もちろんその怪談話、まあ、いろんな、えー、寝てる最中とかの怪談話ってめちゃくちゃ多いですし、うん、あれが金縛りだったのか何か重いものが乗っかってきたみたいなようなものはありますけどそれってじゃあ現実問題起きてるものなのかだから金縛りって不安定な状態で起こってるようなものなのか,だからこれはまあ脳が完全に解明されたらどっかでわかるようなことなのかもしれないですけど。 そう説としてそこに何やら霊的なようなものがその不安定な状態で入り込んでるみたいなような考えも別にあってはいいと思うんですけどうん,うんあんまりそこまあそのはたから考えてそういうのもあるかもねっていうので一つオカルトの説としてはあるかもしれないけどうんなってる人がそこまで考えると。 あああんまりままあ、りその、まあ、疾患としてそういったようなものがあるっていうのが本来だったら治したいっていうところなのにそこのどつぼにはまっていったらどん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 また深みにはまっていくんじゃないかなっていう恐れもちょっとあるんじゃないかなって思うんですよね。おーそれ <laughs> <っ>と恐れれ <laughs> どっっ<え>っかやっぱ病病気っていう病 精神的なものっていうところでとりあえず振っといてそれで病院とかそういうとこで治してあんなこともあったなっていうのではた、うん、から見れるんだったらまだそれはいいのかなと思うんですけど今多分その状態なんですかねんーまあ治ってはいないですけどねまあでも落ち着いてはいますね。 だから、まあ、そういうことを経験した人じゃないと多分語れないところなのかなとも思うんですけどあの、うん、まあ自分で理解してるわけじゃないですか精神的なようなものだったりその睡眠障害っていうのはあるっていうのは分かってるわけじゃないですかだからあの、まあ、そこにオカルトを疑うっていうところももちろんオカルト好きだったらやっぱもうそういうのもあるのかなっていうので。 半分ロマンなところはあると思いますけどだけどその最中にその自分がそういったのを持ってるって分かった上でそういうそ,そのオカルト的なものを疑い始めたりするとどつぼにはまっていくんじゃないかなっていうのはちょっとあったりしてっていうのはあるんであんまりそこをオカルトに結びつけないで。 あのーまあ、治療っていうところに専念した方がいいんじゃないかなと思ってあ,あのーね、ちょっと違いますねその<う>多分何かあの病気になってるっててるいう説ではないや違う違うそう,そういうんじゃなくて <laughs> その病気そ,その疾患みたいなようなところの不安定なところにオカルトが差し込まれてるっていうような解釈じゃないですか。うん、そそののの自分がよその乖離してるところの隙間に 何か例が来てるんじゃないかっておっしゃってましたよね。まあまあまあ干渉されやすいのではないかなっていう。うんうん。うんうん、だそこにオカルトはあまり入れ込まない方がいいんじゃないかなって思うんですよ。うんうん。うん、あ、そうそうですか。<ー> <laughs> ちょっとわかんないけど。 あうん <laughs> あの、まあ、その治療に専念して全部終わった後にそんなことそ,そういう,うことを考えるんだったら、まあ、精神的な不安定な状態なわけじゃないですかうん,うん精神的には不安定ではないです。そのののナルコレシというもののその えー、原因というようなもの、その治療みたいなようなものはずっとされてるんですかああもちろん、全部ある程度調べていて、まあ、脳の疾患であるっていうのも分かってるし、それは調べてるっていうのは治療ではないですよね。はい、あ治療してますよ、もちろん。治療ととも飲んで、はい、にも、個人でも調べて、病院でも、はい。病院でも話もして、ちゃんと検査を受けて。はいはいはい いろいろ話もしてで治療もしてるけど、まあ、完全に治ることはないって今の段階では<ー>あ完全に治る完治することはないっていう病気なのはもう分かっていて、はい、でやれることはちゃんとやってはいる状態です<ー>そこはもう間違いなくうん <laughs> なのであのー、なんかそれによって自分自身が不安定になってるとかそういう話ではなくて全然うーん うん、まあ個人ではもちろんそれを冷静にそのナルコレプシーとかそういった睡眠障害的なようなものとそのオカルトっていうところが、えー、関係してんじゃないかっていうことを冷静に、まあ、考えてるってことですよね。そうですね。まあどっちかっていうとそうであったら面白いなと思ってる部分の方が大きいですね。ただこれ面白いって言えないと思うんですよ。 ななぜならそれはガブさんっていう個人では面白いって思えるかもしれないですけど他のそういう疾患を持ってらっしゃる方は多分これただの悩みなのでだからそこに行き着いて今もしこれ、まあ、治療をしててそこで何かしらの、うん、まあ完治、まあ、しないみたいなようなことを言われてるんだったら。 あどうか分かんないですけどそことうまく付き合っていけるようなことも今できてるわけですよねガブさんああ。できてますね。はい、おまあこ個人で、まあ、わ分かんないですよ、うん、それはあのー、でも実感そういう状態なわけじゃないですか。そこで、まあ、落ち着いてそのオカルトっていうところとそのナルコレプシーっていうものの関わりっていうようなものを。うん ちょっとこうローマンってうおっしゃいましたけどただこれはガブさんの中の話で止めといた方が実際僕も知ってる方って多分リスナーさんでもいらっしゃったんじゃないかなあのナルコレプシーちょっと睡眠障害持ってらっしゃるっていう方いらっしゃると思うんですけどあのちょっとねそ,そういう方もいらっしゃる本当に悩んでらっしゃる方もいるので。 それも個人の意見としてはああもちろん個人の意見で、はい、まあ捉え方は自由でいいんですけど、うん、そこは、うん、はい全然そこでもしそのガブさんがそういうどういうふうな付き合い方なんでそこに行き着いたかみたいなようなものがあったら今うまく付き合えてるっていうちょっと悩んでらっしゃる方とかに まあ、アドバイスっつったらおかしいかもしれないですけどそういうものもなんかで発,行発信したりはできるんじゃないかなとも思ったりするんですけどあんまり僕個人の、まあ、それこそ僕の個人の今の考えですけどそういう疾患とオカルトを結びつけない方がいいんじゃないかなとは思います。うーんなるるほどあんままりそれでうまく付き合っっってていけるってちょっと 難しいんじゃないかなと、うん、思うので普通だ、うん、って今<あ>そこのオカルトっていうとこだと、ね、変な訳、ね、のわからない例が自分の,この脳と体が乖離してる状態のその隙間に何かつけ込まれるようなそういう不安定な状態なのかしらって思ったらこれやだロマンって思える人はなかなかに少ないと思うんですよね。あ なるほど、うん、そういういことかだからそれはガブさんの中でそういう付き合い方がうまいこと今できてるかもしんないけどこれを他に本当に疾患として薬も飲んだりだとか今俺がずっと、ね、こういう配信やってるけどマジで寝れないっていうようなところもね。 あったりすると思うんでまあもちろんその他の人たちのことはあんまり考えて話してたらあんまりオカルト話みたいななかなかできないとは思うんですけどうん、うん、だけどそれをうまくできるっていうのってなかなかやっぱ難しいんじゃないかなって。だからまあもちろんその完治できないって言われてるんだったらなかなかねあのー、ちょっとえらいこっちゃなう状態だとは思うんですけど。 僕は一応病気とオカルトっていうところは切り離した方がじゃないと何かが起こってもそれ病気だよって言われたらもう全部飛ぶじゃないですか、うん <laughs> うん。一応だからあんまりその結びつけをし,あんまりしたくないかな。う だったりするからこんなことが起こるんじゃないかなって言われたらまあその可能性はありますよねって、うん、変なもの見るのって幻覚とかっていうようなものが多いから現実問題まず考えてオカルトは取っ払って これ自分が幻覚みたいな,ようなものを見てる、まあ、幻覚って言ってるからもう理解はしてるんでしょうけど例見えるんですよねでも例なのか幻覚みたいなようなものだと思うんですよねこういう薬飲んでるしこういう疾患あるしって言うんだったらあもうそれはそっちの方で考えて一旦オカルト取っ払ってそっちの治療の方に専念しましょうって僕は言うかな。で完治もしできたとしてはたからそんなこともあったのかなって。 完治してんのに何かしら経験するっていうことはそれはまた別の話なのかもしんないって切り分けて考えた方が僕は。 そそれこそエンタメロマンみたいなようなものを後に考えられるんじゃないかなとは思いますけど別にこれ強制してるわけじゃないのでああいやいやなる,なるほどなるほどなと思って聞いてましたなるほど、ね、<laughs> まあいろそうだなっていうのもあるしああそうなのかっていうのもある感じですね、うんうん、だからここら辺はやっぱりあのー、結構 俺も今どだいぶやばいテーマを突きつけられてるんですよ。ただね<ー>これね<う>本当にあのに、ー、実はめちゃくちゃ大切なテーマなんですよ。いや多分ね僕結構本質的なとこだと思っていてそれオカルトの。だけどこ,のはこういう話をしたら、うん、エンタメじゃなくなるんですよ。 もちろんそれを経験してる人はエンタメロマンって言えるかもしんないんですよ。自分の中でそしくして考えてるから。だけどこういうい話するとみんな嫌がるんですよなぜ,か<ー>なぜかそこに「病気」っていう言葉とか「疾患」とか「ね、精神的な」みたいなのが来るからる、ね、全部それで片付けられちゃう可能性があるじゃないですか。だったらもうオカルトなんてできないんで。 怪談話なんて、うん、全部それで片づけられちゃったりしたら、うん、もうできないじゃないですかでもみんな触らないんですよ基本的に、うんうん、言葉の中とかでそういったナルコレプシーとかその精神的な病気っていうところでの疾患とかっていうのでいや喋ってる方がいやこういうこともあるのかなと思うんですけどでもこれ考えたら。 物理的にこここうういうことが起こってる例えばお人形さんが動いたとか物理的な何かものがあったりしたらそれを第三者も見てるとかこれってもうちょっとまた違う話になるじゃないですか、うん、でも自分の中で考えて発信することはできるけどこっちから病気じゃないって言っちゃったらもうこれ完全に <laughs> 階段として成り立たなくなるんで。<laughs> みんな絶対言えないんですよ。ああ、なるほど。うん、なるほどな、うん。ただ今みたいに、こう自分でそういう風に考えて出すっていう人もいるんですけど。これ振られて、こっちどう返せばいいのかって言ったら。<laughs> <に> <laughs> これ、めちゃくちゃ難しいっすよ。<laughs> 全部言わないといけないから。<laughs> <laughs> 確かに。うん、まあ、まあ、そうです。うん、<laughs> それは苦い、苦しい顔するよ。<laughs> <れ> <laughs> 78年前の俺に言うなそんなこと <laughs> とは思うけど <laughs> そ,そこまでもいかなかったです、うん、多分もう完全に心のシャッターダーン下ろしたんじゃないですか <laughs> AT フィールド多分メ0 0 m ぐらいの AT フィールドあったんじゃない <laughs> もうもう馬の耳どころかもう耳ないんじゃないですか耳なかった <laughs> 耳なかったかもしれないですけど、うん、でもこれは実は本当に根本というか、うん、本来エンタメとしてはあんまり喋らないほほな喋らない方がいいっていうかみんな喋らないですよね喋、うん、る必要がないというかうう、ね、もうみんな基本的にはそ,、うん、そういうのは分かっててやってるしまあ話してる てる方々がちょっとそういった片鱗出したらまあ、そういう可能性もあるかもしれないねってだから僕、うん、僕スーパー口すっぱく言ってるけどオカルトに直接結びつけるなっていうのは言ってるんですけどね今うん,うん、うんうん、何物事が起こって一旦現実考えて全部片付けた時にいやこれ全部片付けたけど残ったなっていうものが多分オカルトだと思うんですよそう いやいやいやまあそうだから僕の中ではっていうところがやっぱ良くなかったんですね僕の中ではそれ全部片付けて残ったところになんかそういう風味が残ったっていう解釈ではあったんですけど、まあ、よまあねそうじゃない人から見たらまあ分からんですよね<そ>まあそうでそうね したとしたってうん,うーん現状今まだ治療中なんですよねってことにやっぱなってくるしそれって不安定ではないのってまだちょっとね足元っていうものが確固たるまあ,あのそんな疾患ないよって言ってる人も何かしらあるかもしんないし俺だって何かあるかもしんないし。 でまあ、階段好きだし何か経験もあったりするしそれってどっかうのね状態がもしかしたら普通の人と違うのかもしれない、うんうん、だけどそ,それもちょっとはたから見ながら自分はそうじゃないのかそうなのかなどうなのかなって思いながら、まあ、やってるところはあるし、うんうん、経験してる人もまあ 多かれ少なかれそういうふうなものを頭の中で思ってる人たちはいると思うんですよね。自分大丈夫かなって <laughs>、うん、だけどそれをね全部言ったとてなんか俺この話したような気がするな <laughs> 過去。 ガブさんガブさんとではないような気がするけど、うんうん、ここまで行ってないっっての僕,僕の時は馬乗りだったので <laughs>、うんで <laughs>、うん、別でなんかこういうような話をしたような気もしないでもないけどでもその状況にいる中でれある程度自分の中では冷静だ大丈夫っていうところでひょっとしてそんなのもあるのかなっていうのは僕はそうなるかもしれないですねとは言えますね。うん うん、でもちょっとやっぱそういう毛があるっていうのは自分でももちろんまあ状態としてはあのまあ落ち着いてはいるけどまだ治療中っていうものがあるんで、うん、もうちょっと遠目に見て<笑><笑>、うんあのー、あんまり深く考えすぎない方がいいんじゃないのかなあいや全然深く考えてないですあそう <laughs> そういう意味では本当に いや全然 <laughs> あのー、本当にもう何ですかね、うん、そういうレベルではなくもう感知はしないのは分かってるんだけどまあなんかなんて言うんですかね悩んでるとかそういうのではないので全く本当にはいはいはい、うん、でいろいろ分かっていろいろやった上でまあ自分なりにですけどいろいろこう引き剥がしてって残った部分になんか、うん んでもここにこれ当てはめたらなんか辻褄が合っちゃうなっていうような部分だったっていうだけでそこをみんな語ってくれてるんですよこういう話でもしかしたらそこまで考えてるかもしれないうん、うん、自分にはこういうのがあるけどもそ,れそこから話し始めたらとんでもないことになるじゃないですか確かに、うん、なんで いろいろとそのもちろんねいろんな経験をされてきてる人生経験されてる中でそこの変なことが起こったっていうのを切り取ってくれてみんな喋ってくれてるんで僕らが聞きたいって思ってるのはまあごめんなさいねこれ、あのー、今別にダメ出しとかしてるわけじゃないんですけど <laughs> その,の,その,の残った部分っていう話を聞きたいんですよ。あそうそうそうなので、うん、そのでそ 後からは残った部分だけを話すようにしてたんですよね、前うん、はい。そうです、うんあ。まあ、ちょっとなんかいろいろ、なんだろう。なんか多分こういう話ができるのも多分ここならではなのかなみたいなのもあって。そうでしょうね。<laughs> 他では多分できないんで、絶対間違いないや。でもわかんないですよ。他の方も、もちろん真面目に階段っていうか、そのオカルトに向き合ってる方とかは、 多分持論的ななようなものはみんんな持っってらっしゃると思うんですようん,うん、うんうん、こんなことずっと言っててもねうるせえってなるから <laughs> <laughs> やかましいって <laughs> と言われると思うんでいちいちんなこと言わないと思いますけどまあでもなんとなくその人の活動とか見てたらあこの人はうーんまあ何か考えて何も考えてないわけじゃなくて何か考えてやってんのかなとかは。 まあ、僕以外でですよ、うん、僕は基本チャランポランですからそ,その他の人たちとかで見てたらあるのかなって思うけど、まあえて言わないですよねでも個人個人なんか持ってらっしゃるとは思いますけどねでも急にこれ飛んできたらびっくりするでしょうねじゃあ なので、最初にすごい前置きをしたっていう、あれですよね。たぶん、途中でまたこの話終わるだろうなみたいな。いや、うーん。ていうか、まあ、こういう、こういう話がしたかったんですね。あそうそう,そうそこ、そこちょっと話したかったっていうのが一番大きいですね。ああ、そうね。リベンジではないですよね。リベンジではなくて、なんか、そこの話をしたかったっていう。あ <laughs> あの他で絶対やんあまあほかで,であったとしたってちょっとテーマがでかすぎるから <laughs> <coughs> <coughs>、うん、あんまり急に掘り込むもんではない <laughs> ので <laughs> 相当難しいと思いますよ。なんか言ってますけど うん、これは別に僕は正しいことを言ってるわけじゃないですからまあ多分そうだと思う、うん、あのいろいろね考え方で多分、うん、みんないろんな考えっあっていいと思いますし、うんうん、ただやっぱその精神的なものっていうのとオカルトって結びつけちゃったら僕はあんまりよくない未来が待ってるっていうのはやっぱこの話をいろいろ聞いてきてそれで悩んでる人たちめちゃくちゃいるんで。 うんうん、だからたまーに遊園かなった、えー、のなんか相談室みたいになる時がたまに <laughs> <laughs> そういう意味で言った,らた,たまぶん、ね。 同じ病気ででで悩んるる人にはすごいいアドバイスきと思ますねまあでもそうでしょうねそこまでめちゃめちゃ多分あのその悩んでる時期はもう通り越したので当の昔にあの本当にいろいろ考えてた時期はあってそれはもう当の昔に過ぎてるのでそういう経験からいってんかアドバイスは多分いろいろやろうと思えばできるとは思いますけどまあねまあまあすいませんなんか。 いやうん、まあでも、うん、この時間にこの話は <laughs> いやむしろこの時間を狙ってですねあそうねもう,もうじゃあいろいろといろいろと画策してきたんですね <laughs> さあ、まあ、そういう画策したわけじゃないですけどたまたまあ今がチャンスって思っただけなんですけど <laughs> <laughs> いやーそうね、うん、まあでも そういういろんな方々いらっしゃると思うんですけど、うん、一つその考えっていうのは、まあ、も,もちろんそ,のあそういうのも一つあるなっていうのはその説というか一つうー、うん、まもしかしたらそうかもねっていうのは、うんうん、思ったりしますけどちょっとね病気とかその疾患的なようなものがどうしても出てきてるんで。 そうだねそ,そうかもしんないねってちょっと簡単に言いにくいのでね僕,僕はうんなんでまあ経験されてる方だからこそそういう風な感じでおっしゃってるのかなと思ったりはするけど個人の話であり実際にそれで悩んでらっしゃる方もいるっていうところではもし他の方がね 悩んでるって言う方がいらっしゃったらそれはあのもしあの、まあ、オカルトじみた話になったりする時には <laughs>、うん、あいや、まあ、こ,うこういう可能性もあったりするかもしれないけどってちょっと、ね、いいアドバイスが今後どっかでできるような場所があればねもしかしたらいいのかなのん,あるんですか,、ねまあ、かんないですけど, <laughs> けど、うん、それはもう自分で発信していくしかないですけどね。 うん、ここではやらないこ,ここでやらないでねさすがにさすがにそこまでは分別はあると思います多分いやーまああのううだ大丈夫ですかこ,こ,こ,んこんなこんなことしか言えない僕は何何を言ってんだろうっていうところもありますけど <laughs> いや多分なんか後々いろいろあるのかなっていう気がしますけどね後から考えてうーんっていうのは。 なんそれはガブさんがってことですかあいやいやいや僕はもう何も思わないですよ <laughs> <laughs> じゃあ多分大丈夫ですあ大丈夫、はいはい、<laughs> 聞いてる方は分かんないけど <laughs> うん <laughs> うんちょっとな何を掘り込んどんねんっていう人はいるかもしれないけど <laughs> すいませんでしたいやまあいいじゃないですかたまには。 なんかまあでも最初苦情からもうほぼほぼ苦情苦情ではないいや事実を言っただけで苦情ではなくてあそうなんですねいやまあでもあれによって別になんか傷ついたとかそういう話をしたわけではないあ本当に傷つってないのね傷ついてはいないです多分そうだろうなっていう感じではあったっていうだけありがとうございます。 いえいえ、はい、すみません。ありがとうございます。ま,あまた何かありましたらよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、はい、どうもです、はい。失礼します。はい、これ二十年ぐらい前の話になるんですけど。はい。僕パチンコ屋さんで働いてて。はい。で、パチンコ屋さんに寮があったから僕寮に入ってたんですよね。はい。僕その時が二回目ぐらいの久しぶりぐらいのあの一人暮らしで。うん。 で一人暮らし楽しいって言って、満喫してたんですよ、その量、うん、で、いろいろコンポとかも置いて。うん、で、僕、寝るときに絶対音楽かけてたんですよ、その当時。はい。はい。で、僕が休みの日に、まあ、夜、ちょっとうとうとしちゃって、とうとうってなって寝ちゃったときに、音楽かけてたんですよね、うん、そのときね、僕。はい。そしたら、急にバーンと音が鳴って。 したあー<う> <laughs> あ,あすいませんびっくり系 <laughs> でただから僕その当時あのスピーカーを4つぐらいつけてたんですけどコンポにはいでコンポの方を見たら音量がマックスになってたんですよねほ<う>はあと思って「うん、いや俺こんなん死ぬしな」と思って元に戻してその時は寝たんですよねはい で、いろいろ月日がたって僕、彼女ができましてね、はいででも寮に彼女をつけ連れ込んじゃいけないっていう決まりがあったんですね、あ<ー>その当時あ、まあうん。女性を連れ込むなみたいな感じがあって、うん、だから俺が仕事を終わって帰るまでは悪いけど、電気を消しちゃってくれと、はい夜でも。うん テレビは見てもいいけど電気は消しとってくれって言ってたんですよね、うん、僕。うんはい、じゃないあの見回りが来るんですよね、上の人が。はい、主任とかがこう寮の見回りとか来て何もないかなとかがあるから、うん、消しとってくれって言って、うん、うん、分かったっつって。何回かそれでもう消しとって、帰ってきて俺が電気つけて、ただいまみたいな感じでやってたんですけど。うん パチこうやって遅番と早番があって、僕は遅番で、本当、夜中の12時ぐらいに帰ろうと思って、うん、パって寮の自分の部屋見たら、電気が赤々とついてたんですよ。うん。何しようねんやろって、こればれたらやべえよ、俺がって思ったんですよね、俺、そのとき。はい、で、あのー、自分の部屋に帰って、ちょっと彼女のこと怒ろっかなと思って、うん、たら、彼女が毛布にくるまでガタガタ震えてたんですよ。 「うん、えな,なんどうしたんか?」って言ったら「うん、いや私はいつも通り電気を消して、うん、テレビの明かりだけで私も寝てたって」っ、うん、僕その当時あのベッドのマットだけで寝てて、はい、ベッドはなくてマットだけで寝てたんですけど、うん、マットの上で寝てたらマッ,、ま、マットの周りを誰かが歩き寄ったんよって金縛りになって。うん で、怖くなって電気つけたって言ってましたんですね、うん、その子が。うん、はあって言って、いやそんなこ、そんなことあるかって、僕が一人で寝てるとき、そんなことなかったんで、はい、で、ちょっとその,その寮が3階建てで、うん、3階に仲のいい女の子の従業員がいたんですけど、うん、その子は彼氏が欲しいって言い出して。 うん、僕の先輩を紹介したんです、はい。で、その先輩と付き合いだして、うん、付き合いだしたら僕もその参加に呼ばれるようになったんですね、彼女と,彼女と一緒に。そしたら、先輩がこうさお酒飲みながらこう笑い話してて、タバコ吸おうと思ったのを、本当、うん、ライターで火つけた瞬間に、ライターじゃありえないぐらいの長さの火が出たんですよ。とうん なんすか先輩って。俺は最初冗談と思ってたんで。うん、で、その日はそれで終わったんですよね。うん、で、次の日に先輩から電話かかってきて、うん、悪いけど俺あそこあんま行きたくねえって言われたんです。はい。なんでかっていうと、彼女も俺も悲しりにあった。うん、で、マットの周りを誰かもありよったって言われた。ほう で彼女は金縛りに遭いながら俺の小指をカリ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 しよったけど、うん、俺は怖いけん動けんかった,っったではあって思って、うん、いや俺の彼女も同じような体験しとるんだって思ったんですよ、うん、俺は。うんうん、でも回数は違うしなって思って。うん、で僕の同じ階にちょっと家族連れのちょっと従業員歴が長い方が住んでらっしゃって。 あーファミリータイプの量みたいなのもあるんファミリータイプの部屋と個人の部屋がある感じだったんです、ねまあ、ワンルームとかそういうはい、まあ、2K ぐらいですかね言うても 2DK ぐらいでそこの方が僕と仲良くなってちょっと飲みに来いよって言われたんですよ、うん、あわ分かりましたって言って 飲み行ったんですよねでも僕、うん、飲み行った時にちょっと違和感があって、うん、ガタって玄関開げたらすぐダイニングキッチンだったんですけど、うん、僕のイメージだけかもしれないですけどダイニングキッチンだい大体テーブルがあって、うん、家族だったら椅子があって、うん、そこでご飯食べて寝る部屋があるみたいな感じだったんですけど、はい、ダイニングキッチンの方には何もなくて、うん、寝る部屋の布団を上げて こたつの机で家族でご飯食べてたんですよ。うん、で、僕もそこに呼ばれて、うん、そこで一緒にお酒飲んでたんですよね。はい、で、僕もなんかこう、その人は歴が長かったんで、いろいろ聞いてみようかなと思って。はい、この前、うちの彼女はこういう経験したりとか、上の部屋でもこういうことあったらしいですよって、その先輩に言ったんですよ。俺うんあ そうやろな、お前の後ろで人が自殺,して自殺しとるもんって言われたの。<え>第二局キッチンの方指さされて。<laughs> あおお。はあっつって、それ本当ですか<う>あ、本当、本当、新聞にもなっとるからって。ええ、平気なんですかって聞いたら、俺も投長いから大丈夫よって言うよ<ん> <laughs> おいやうん、でもその1ヶ月後に、うん、そこ、家族ででいなくなくったんですよね<え>会社に何,何も連絡もなく、家族にいなくなってで、主任に話聞いたんですよ、俺、あの人、仲良かったんですけど、なんでいなくなったんですかって聞いたら、はあ、いやー、からんな、でもあそこ、自殺があっちょんけな、あの部屋って、俺が死体片付けたもんって言われたんです。うう っていう話ですえでもそこにずっと住んでらっしゃったんでしょ最初は個人の部屋で結婚してからその部屋に住みだしたでも結構時間が経ってたんじゃないですか結構時間経ってたんですよでその人自体は「俺は大丈夫だ」って言ってたんうんもう何年も住んでるしと思って,言ってたんで、うんうん、ただその 俺は最初その,自殺その後ろでお前の後ろで自殺しとるからって言われた時に、うん、その先輩の冗談と思ったんですよ俺は、うん、でもでも主任に聞いた時にあっガチかーって思っちゃったんですよね、うん、あ言ったらもう寮全体がやられてたっていう話です、うんうん、まあそれとね他の部屋 っていうものがじゃ関連するかって言ったらもちろんわかかららないことですからねまあまあ確かにそうですね、うん、でも,でもそのたー、うん、ちゃんさんのその彼女、はい、がまあ経験したこととかはいそれってほか全体っていうことはほかでもなんか起こってたりはするんですかい 会の人が腕相撲やって腕が折れたりとか、そうん、それはまた、それ, <laughs> それは、それはまたちょっと相手が強かっただけかもしれないですけどね。まあまあ、<laughs> <ー>はい、まあでもちょっとそのなんでしょうね。そこにそれを明んと。 いやいやいや、はい、あの今いや、まあ、昔ここであったんだよってその後ろでって言われたわけでしょ、はいはい、そうですねすごい軽く言われましたねそう自殺があったからねそそのしかもこ何かがあるんですかねとかいやこんなことがあったんですよって言った言ってからのそのリアクションでの1か月後でしょそうですね、ま、しかもね 多分何年もそこにはいたんですすよよねいたんもまあ結婚されてからまあそこ結婚されてから多分そこに行ったでもずっといたわけじゃないですか結婚してからその部屋に入ってですね,ずそうすね結婚してからそこの部屋に住み出して<ー>で,でもあっちはあるから気持ち悪いからそういうことがあったから気持ち悪いからっていうことでほぼ一部屋で暮らしてたっていう感じだったみたいですねか家族もいるのにそうですねお子さんもいました じゃあ、まあそのまあ、お子さんはどれぐらいの年齢かわかんないですけど奥さんはその,その部屋ですそういうことが起こったっていうのはもう知ってる知ってますね多分ねもうまあ、まあ、間違分かってます、うん、いや使えないよってこの部屋っていや実はここでって多分そんな話はしてるでしょうね <laughs> はい、はい、そうでしょうね多分なんかそこはちょっとなんかつ,つながってんのかなってちょっと 勘繰りま、ね、感じちゃいます、ね。え、ね、はい、なんかね。しかも。円満ではないわけですもんね。円満ではないです。円満退社ってわけじゃないわけでしょう。そこからか、ね、会社を。<う>まあ、いざ、ほぼ,ほぼ。急に。急に来なくなりましたね。本当に。ほぼほぼ飛んでるわけですよね。多分。飛んでますね。ね。はい。そんな何年も勤めた方が。 飛ぶっていうのはあん、ま、しかも家庭があるのにちょっと考えにくいですよね。そうっすね。4人ゲーみたいな感じでしょいやなんかなんかあったんかなって思って、うん、あの、その人のことを主任に聞こうと思ったら「いやあそこの部屋自体かな?」って俺言われて「うん、いやもう人自殺しとるなしな」これ俺だって死体見つけて」って警察に電話で一生片付けたからって言われて。 そう言われたときに、ああガチやったんやって思ったその時は。ひょっとしたらそのしゅ主任の方ですよね。うんうん。その方もちょっとこういやひょっとして何かあったんかなぁと思ってたりもするかもしれないですよね。そうですその主任の方は絶対あそこには穴のようには住まないって言いました。 なんで従業員をちゃ済ませて <laughs> 結構ねパチンコ屋で働く方で事情がある方多いんでまあまあ <laughs> た確かにねなんとなくわかりますけどはいいやまあでも、まあ、何事もなけりゃねいいと思いますけどはい そでもその周りの人も連絡とかは取ろうと試みた人たちも多いでしょうけどねそうですね僕自身もやけに何回も電話したりとかしてたんででも出ないしですかそうですねその当時 LINE とかもなかったんではい20年ぐらい前っておっしゃってますよねはいそうですねそうだよな も普通の電話になりますよねあの本当あのパカパカの携帯の時代だったんでコールはなるんですよねここコールがなるんですよということは生きてる可能性の方が高いっす、ね、ですよね電話はですよねはいうん電話番号変えてたりしたらもうそうなりますもんねおかげになって電話番号わーってなっちゃうし、はい 確信はとおいて、あなあいやなんかすごいもうやっとする。本当にそれが何か見てしまったのかっていうのを考えちゃうし、ね、ちょっとね、タイムリーすぎますもんね,ね。そうなんですよね。<laughs> 何か見てしまってこうもうここはやだって逃げたのか、本当に自分に何かあって逃げたのか。ね実際そこにはその寮には。 母ちゃんさんはどれぐらいいらっしゃったんですか。はい、<れ>僕は三年ぐらいいましたね。それ以降？そのその出来事以降,以降だとにそあその先輩が逃げてからだと二年ぐらいはいました。でも二年ぐらいはいらっしゃったんですね。はい。で<う>でもその後俺がおるときに何かがあったとかはないんですよね、うん。彼女さんはそれ以降来たりはしてたんですか。あ一緒にはいもうほぼ一緒に暮らしてるみたいな感じに。<laughs> にしてたんで、はい、連れ込んじゃダメなのに。彼女さんも感動性ってやつですね。感、はい、<ー>動性ってやつ。はい、彼女さんもそれ以降は特に何もなく。特に何も言わなかったですね。お<ー>その一回だけで、あんまりここに泊まり来るのは嫌だって。それがあった当初は言われてましたね。まあ、まあ、でも、そんな経験したらね。うん、ちょっと嫌ですよね。しかも、そんな事実が。 そ,その彼女さんもそれを知ることになったわけですかそのそうですねあと、あと僕から話したんで、ああはい <laughs> こういうことあったらしいよっていう話はしたんで。え、嫌だってならないですかね。<laughs> あーって言ってました。<laughs> あ<ー><笑><笑>だからかーみ,たみたいな感じでっある。ある程度、そういうリアクションは取るでしょうね。う<ー>ん <laughs> は特に同じ回数だったんで僕たちが住んでた場所がはい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 まあでもいなんかこう3階とかでもあったりとかがあったんで僕の先輩はそれ以降二度とあのそこの寮には来てないんですねまあそれだけちょっと。<laughs> まあ知らないだけでいろんなことが巻き起こってたかもしれないですよね。そうっすよね、まあ、僕が知ってるのはその、まあ、ちょっと、ね、従業員の方が自死されたっていうのがあったっていう話だけはもう確実に聞いたんで。当本人はね、はい、そ,うそういう,しこう手続きだなんだ見つけてどうこうっていうのをもう目の当たりにしてる方がいらっしゃるんであればもう間違いないですよ ちょっともやっとしますけどなんかすっきりはしませんこの話はどうどうしようもないですからねどうしようもないですよ当。その逃げた先輩と連絡取れた取りたいですよねありがとうございますいえいえありがとうございましたまた何かありましたらよろしくお願いいたしますはいません失礼しますはいどうもです六七年くらい前の話になりましてはい。で その職場が池袋だったんですけども、はい、その池袋西口を出たところでことは起きました今ぐらい暑い時期でして、うん、周りを見るとあの扇子で仰いだり、うん、日傘を差して歩いてる人ばっかりでして、はい、私もその。 日傘をさすはいで仕事の前に松清による用事がありまして、はいえっと、向かうとこんな暑い中なのに、うん、グレーのパーカーでフードを深くかぶる男性が自分の斜め左側にいまして。うん、<laughs> はい ですが、うん、なんかこの人嫌だなぁと思っちゃったんですね、まあ、で、まあ、その男性 <laughs> はい、うん、との距離はバス1台分ぐらいの距離なんですけども、うん、だいたい、うん、でちょっとまあ私は日傘で顔を隠すようにして松木キに向かうと、うん その男性が急に私の目の前に現れたんですよ。うん、で驚いてしまって、うん、まずもう「はっ」と声が出ないようなもう驚きですね。うん、でその男性もまさか私と目が合うとは思っていなかったかのような感じをしたんですよ向こうもちょっと「はっ」みたいな感じになってたので。うん でその男性がとっさに私の右腕を軽握りして横を走って逃げていったんですね。うん、であまりの出来事でちょっと動けずにいたので、うん、せめてその男の姿だけ見てやろうと思ったんですけど。うん その男性の姿はなかったんですよね。ねそうなんです。本当であれば、あの西口の通りにある <laughs> 東,東部があるんですけど。東部の方向にかけていくグレーのパーカーの男性の姿があるはずなんですけど。うん、その男性の姿はなく消えていまして。もう <laughs> すぐ振り返ったわけですよね。<laughs> そうです。そうです。 っってなったわけでですすもんねあそうですお互い様なんかもう今となると目はあったんですけどどういう顔だったとかは覚えてなくお互いハッとして、うん、向こうも思わずなんか「いいや触って逃げちまえ」みたいな感じだったんですね。うん、でちょっとひるんでる間たもうちょっと自分は頑張って、うん、後ろ振り向かったら。 もう姿はないそんなとんでもないこん人がこみこみでとかってわけじゃないですよね。そ,そうですねなのでえって思って、うん、なんか触られた食感はあるのに、うん、人なのそれとも違う人なのみたいなこのような人じゃないのどっちなのみたいな、まま。確かにこんなね時期の暑い日にねえあの厚めの歩。 フードでしょうそうですあのパーカーそうですねパーカーでフードもちょっと深めにかぶった男性がいて、うん、もうその時点で変な人嫌だなって思ったんですすよよ、うん、まあそうですよねえって周りはみんなセンスとかで暑いついとかって言いながら歩いてるのに。うん そうですねそうしたらもう気づいた自分の目の前ですよそのバス1台分ある距離を物音立てずに、うん、自分の日傘の前に男が立っていてフ、うん、ッてしてしまったんですよお互い。はあ。何な,な,んなんでしょうっていうちょっと気持ち悪いですし、うん、なんかモヤっとするような体験がちょっと。 三日月さんの話を聞いてあったなって思いました。まあ、いろんな意味でのけしからん。もしそういう存在なんだったとしたら、<laughs> てめえこの野郎ですし。うん何？何を？何を？<laughs> お前それをやって成仏したのかこの野郎とかもなるし <laughs> いやもうそうですねうもうなんかちょっと松清に行けなくなってしまってうもうすぐ仕事場に行ってまあちょっと仕事場も自分はその時イベント会社の派遣をしておりましてはい、はい、なんかあの。 サンプル配ったりですとか大型ショッピングモールでガラポン抽選会ですみたいなやるような外での仕事だったのでちょっと怖くてね人前めちゃめちゃ人前ですもんねそうそうなんですねまたそのグレーのパーカー男が現れたらどうしようとかって思いながらちょっと上司に相談をしてあのこういうことがあったんですけどっていうふうにちょっと中で。 あの中で風船作るような仕事じゃダメですかみたいな交渉をしてやった覚えがあります。うん、それはあの <laughs> 要求は飲まれたんですかあちょっとそうですねなんかええー、みたいな,なんか上司も男性女,女性ではなくて男性だったんですけど「うん、え大丈夫?」みたいな「警察行った?」とかって言われたんですけど、うん、そんな警察行ってもそんな。 すぐに消えてしまった男ですし、まあ、<laughs> <ー>えっえってなると思って言えずにいられず、まあ、とりあえずこういうことがあったということだけはちょっと上司に説明してその時は携帯のキャッチみたいなのをそうですねあの格安携帯なんですけどプラン安くしませんかみたいな掛け声を外でやるはい、はい。 より中でちょっとあのお子さんの相手をしながらあの風船作ってプレゼントみたいな役の方を希望したんですよねうんそれオッケーだったんですかあ、はい大丈夫ですかあ、まあ、<laughs> 大丈夫でした <laughs> まあでもねそれはそれでねと通って良かったですけどそうですねな一体全体何だったのよってねなるしはいあのー、僕 個人の、まあ、言ってることなんですけどはい、はい、あのー、よくまあ今みたいなんじゃないですけどそのちょっとこう攻撃的なお話ってあるじゃないですかなんかされたとかうん、はい、そういうことさっきなんかあの、えー、後頭部をなんかぶん殴られた的なようなものが、ね、あってあと,、ねはい、あとまああれはちょっとこっちからなんか走ったってのもありますけど。はい、あのー <laughs> 急になんかね飛び出してきたりだとか、はい、家の中にいたらちょっと、えー、変なお脅,しお脅されるみたいな、はいうん、あったりするじゃないですか。はい、ああいうのって僕「通り魔」って言ってるんですけど1回、ね、こっきりのね「それ以降何かあったんですか?」って聞いても「うん、<laughs> いやそれだけだったんですよ」っていう部類の話って基本的に <laughs>「その通り魔」って思ってるんですけど。 はい、そう、間違いない、ね。りほ、うん、さんの今の話は、マジまじ <laughs> で通り間ですよね。<laughs> はい、そうですね。もう帰りも、ちょっと西口から帰れなくて、もうわざわざ。うん、えっと、その松木用の反対側の道に横断をして。うん、えっと、何でしたっけ、フルノワールとかの方を、わざと大回りをして、北口から帰っていきました。はい。<laughs> いやでもそれ,それしかないっすよねそうですね、うん、どっちにしたってまた何かあるかもしんないですしねあそうですね、うん、結構職場もやっぱりその単発ではなくて連続してそこの場で何日もやるみたいな感じだったのでそうですね<ー>はい。まあでも あっちの池袋とかの方って、あのー、す、すみませんね、あんまりそういう話嫌いだったら、申し訳ないんですけど、あ,あの。ええー。ラ、ブホガイとかあるじゃないですか。ああ、そうですよね。ねちょっと奥まった。パテラの。そあっちとかですよね。そう,そ,うそ,うそう、あ <laughs>、あっちの方とかって、事件、うんぬんかんぬん。結構あったりね。したり、<ー>ちょっとこう、血なまぐさいお話って、ちょこちょこあったりするじゃないですか。 確かに、まあ、今どうなのかわかんないですけど今年もなんかあれですよねその援助交際なのかわかんないですけどあ,<ー>あのホテルでなんか刺してしまって男性一人と女性二人が捕まったみたいな話もそっち口だったのであか,なんかありましたね確かね確やっぱちょっとこういろいろとこうい,ろいろんなものが。なんか うごめうなんか渦巻いてるようなう、はい、人間とのね。うんうん、なんでそういうことが起こっても,もおかしくないのかなって思っちゃったりする、まあ、雪袋だけじゃないですけどあそだからちょっと、まあ、なんかあの辺りってちょっとやっぱいろんな噂というか過去を紐解いていくとやっぱちょっと凄惨な場所だったりするので。 はいうん、なんで、まあ、それとこれを結びつけるのはちょっとまたちょっと違うのかなとも思いますけどやっぱりいろんなことが起こってるっていうのは、まあ、あるので、はい、だからもしかしたらこの世をならざるものとかがそこら中にうごめいてたりとかまあしたりすんのかなとかも思ったりはするんですけどただ起こってることがマジの、ね、霊的な存在だったとしてもマジの通り魔、まあ、<laughs> ですからね。ちょっと そうですね3秒で消えられるっていうのはすごい技ですけど <laughs>、ね、まあそう本当にそういう人がいたとしてもまあちょっと警察に言いにくいっちゃ言いにくいのかなっていうのも思いますけど、まあ、一応言った方が良かったかもしれないですけどね。 うんそうでしたね、うん、も,うもう忍びのような <laughs> ね隠れ身の術ができるぐらいのそうですよね <laughs>、うん、もうじょ常習犯みたいなやつだったかもしれないけどでもあのー、だ,だとしたらそのまぶかにフードをかぶってちょっと厚手のパーカーでしょあそうですそうです目立ちますからね <laughs> そうですねもうなんか目に入っ ちゃいましたね、みんなやっぱりノースリーブとか薄手でセンス仰いだりとか日傘で行動してるのに、ね、もうその人だけやっぱり目についてしまうぐらいですから,からそうそういう目立つようなことをあえてするかしらねって思,い思うしうほ本当に人間だったとしたらそれ,それも一つなんかの手段っていう。 <laughs> ものだったのかなーって思うけどういやそれはちょっとなーってでも怒ってることは怒ってることなんではい<ー>そうですねなんなんでしょうねうん結構なんかしょ食感っていうか触ら、うん、れた食感があるのが気持ち悪いですよね軽に切りされたでもなんか二の腕だったのでまあちょっとまあ向こうも まあ、胸だと思ってくれたのなら、こっちも胸じゃなかったからっていう。<laughs> な、なんで。な、なんで若干寄り添ってんだよ。<laughs> <laughs> なより、なんでちょっと寄り添ってんのよ <laughs>。<laughs> いいんだ全部突き放していいんですよ <laughs> 何を二の腕だろうがなんだろうが <laughs> てめえさまじゃねえ馬鹿野郎ですかまあ確かにそうでしたけどゾっとはしましたけど <laughs> でもやっぱり姿形ないんで何っていうの <laughs> でもまあ何いいでしかないですよね <laughs>、はい、場所的なもんなのかないやありがとうございます <laughs> いええありがとうございますはいまた何かありましたら はい,はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい。